するのかな。どこなんだろう。ブックオフ覗いたら中古3000とかしたね。そう、甘髪意外と高いんです。だから多分名作なんだと思う。ゲームを出しますね。黒いすくみずの絵をよく見るよね、甘髪って。でもどうなんだろうな。一応冬のストーリーらしいよ。水着出るのかな。何フェチだろうね。さちゅんさんもコンフェル。このゲーム結構際どいらしいけど大丈夫？あ、際どいのは大丈夫です。著作権さえ引っかからなければ。ロスコイさんこんばんは。そう、意外と高いんだよ。千葉県なんだ。千葉県の桃子。このゲーム結構際…あ、このさっき読んだ変態紳士の走りの主人公のこと。ちょっと楽しみですね。今回のハローはどんな感じでしょうか。あちやくん、こんはるん。この春に撮られたので新しい組を作ってたら遅くなった。あれで、あちやくんの首ははるかなの横にあるよ。今一緒に甘髪見てる。では早速行きたいと思います。します。甘神、あ、はるかな人生初の甘神完全初見です。そういえばできるよね。あ、調子っていうもんだそれ。あなたの名字を入力してもらえるかな。ん、名字、名字、これ名前さ、呼んでくれたりせんよね多分ね。ちゃんとあるね。
字って言ってたよね。違うわ。これか。あなたの名前を入力してもらえるかな。ハルオでございます。ハルオあるかな。男ないね。なんだっけなんか毎回言ってる気がする。お男、気のせいだとは思うんだけど、その日の夕方の空は特別眩しい気がした。あ、なんか青春が始まりそうな気がします。皆さん、こんな日でも子供たちは元気に走り回る。いや、こんな日だからなのかもしれない。自分も浮かれてるからか、公園内を元気に走り回る子供たちを見てると、なぜか笑みがこぼれた。寒くないのかな、なんて思いながらポケットに忍ばせた携帯回路を握りしめる。ふと街に目をやると、きらびやかなイルミネーションが目に入った。まだはっきりとは見えないイルミネーションを眺めていると、不思議な気持ちがこみ上げてくる。今日はクリスマス。え？どのくらいの時間だろう。しばらくイルミネーションを眺めていたら、すっかり子供たちの声は聞こえなくなっていた。携帯回路もすっかり冷たくなり、冬の厳しい寒さが公園を包む。イルミネーションはその輝きを増して、今じゃここからでもはっきり見える。え、お家に帰らないのかな。あ、寒いなぁ。で、何言ってるんだ僕は。冬なんだから寒くて当然だよ、はは。でも今夜は特別寒いよな、気のせいじゃなくて。もう来ないよな多分。いや、もうダメか。入学式で見かけてずっと憧れてた牧原美香、ずっと話もできなかったけど、3年生になってクラスが一緒になってから頑張った。頑張ったよな。梅原といろいろ相談してようやく今日の約束を取り付け、美穂子には女の子が喜びそうなプレゼントを聞いて、デートスポット調べたり、他にもいろいろ頑張ってきたよな。今日のために、今日きちんと気持ちを伝えるために。それなのになんで来てくれないんだろう。はは、ミヤに自慢話までしちゃったよ。僕って本当に間抜けだ。なんか切ない。もしかして待ち合わせ場所間違えたのかな、時間を間違えたのかな、僕の妄想だったのかな。いや、どれもなんか、どれも違う気がするな。あ、ドラえもんさんこんばんは。この前のときめも特会でも面白かったです。ありがとう、見てくれたんですね、ありがとう。妄想いやでも場所を間違えたは多分ないんじゃないかな。時間を間違えたは多分結構前から待ってたっぽいから、これは
妄想だったのかもしれないね。僕の妄想だったのかな。本当は約束なんかしてなくて、全部僕の勘違いで。いや、そんなわけないよ。笑顔で了解してくれて、忘れないでよって指切りまでしたんだ。それはしてるな。勘違いなわけがない。え、やだ。結局振られたってことだよな。なんでだろう。何が悪かったんだろう。なんで約束はしたのに来なかったんだろう。誕生日プレゼントを送った時はあんなに喜んでくれたのに。どうして。会って確かめたい。確かめないと梅原に今日のこと聞かれても答えられない。でも彼女に会ってまともに話ができるのか。来なかった理由を聞いて耐えられるのか。とても自信がない。もうこんなに辛い思いはしたくない。それならいっそ3学期だけだ。え、3学期だけ耐えれば。びっくりした。飛ぶかと思ったよ。クラスメートと話さないように過ごせば、そしたらすぐに卒業式だ。それでいいんじゃないのか。雪降ってきたな。帰ろう。風邪ひいちゃうしな。あ、雪降ってるよ皆さん。あ、このプレゼントどうしよう。お小遣い貯めて買ったペアのペンダント。ペアか。ダメだ、とても持って帰れない。もう見たくもない。ゴミ箱に捨てていこう。メルカリに売ろうぜ。寒いな本当に。さっさと帰ろう。あ、ママちゃんコンヘル。あ、マガミ、帰って温まらないと。ゆっくり温まろう。めちゃめちゃ切ないじゃないですか皆さん。え、でもさ、女の子大丈夫かな。なんか事件に巻き込まれたりしてない。ニーニー、朝だよ。ミヤ、え、夢か。え、はあ。ニーニー。ニーニーっていう妹がいる。うるさいな。ニーニー入るよ。あれ、いない。ニーニー、またここ。え、もうすごい動いた。あ、これ妹ちゃん。血つながってるかな。ちゃんと本日は閉店です。こーら、閉店してる場合じゃないよ。開店の時間ですよ。ドラえもんか。もうまた押し入れにこもって。あ、ピーちゃんこんばんは。いらっしゃい。別にいいだろう、寒いんだから。暖房つければいいじゃん。そんな気分じゃない。また嫌なことでもあったの。もうとびきり嫌なことありました。え、別にそんなんじゃないよ。でも大体ミヤは分かってないんだよ、押し入れがいかに優れているのか。え、優れてる。いいか、押し入れの中は布団がいっぱいだ。当たり前じゃん。いいから聞けって。この布団は囲まれた秘密空間がものすごくいいわけだ。冬でも暖かく、暖房いらず、しかも静かで、考え事に持ってこい。さらに一説には、閉鎖空間の中に自分のエネルギーが満ちることで、癒し効果を得られるらしいぞ。ゾウ。何それ、誰が言ってたの。僕。なんだ、出た
タラメじゃん。もうデタラメじゃない、親切だ、癒し効果抜群なんだ。癒しだ癒しだ。ほら入るな。いいじゃん、ミャーも癒されたいもん。もうちょっと距離が近い。自分の部屋で癒されたら よやろう。ここで癒されたいの。なんてわがままだ。それに久しぶりにニーニの押し入れプラネタリウムも見たいし。ダメだ、これは僕一人で鑑賞する作品なんだ。ハロー専用ハロー専用の部屋なんだ。作品って蛍光ペンで書いただけじゃん。うるさい。その手には食わないぞ。僕は押し入れに本を入れたりしないからな。おお、ミャーも入るの。ミャーちゃんダメだよ。ああ、もう出るから離れろって。ニーニのケチ。まったく朝っぱらから騒がしいやつだ。僕の癒しの時間が台無しだ。ねえ、ニーニ。なんか悟ってない？どうした？本当は何か嫌なことあった？バレてます皆さん。大丈夫？ないよ。完全にバレてるよ。嫌なことなんて何もないさ。そっか。慰めてくれてたんかもしれん、もしかしたら。さて着替えて学校行くか。うん、行こう。行こう。なんだよ、先行ってろよ。今日は一緒に行く日なの。一緒に行く日って誰が決めたんだ。にゃ。あ、分かったよ、着替えるから下で待っててくれ。はーい。まったく気まぐれなやつだよな。言い出したら聞かないんだから困ったもんだよ。ふう、それにしても今朝は寒いな。これはきっとミャーちゃんの優しさだね。この冷え切った制服を着ると一層寒さが際立つ。行ってきます。ニーニと一緒に学校行くの久しぶりだね。そうだっけ。そうだよ、ニーニミアのこと置いていっちゃうじゃん。ミア歩くの遅いからな。そうかな。そうだよ、しかも猫を見つければ追いかける、花を見かければ座り込む、子供じゃないんだから。まあまあ、そんなに急いで歩いても何もいいことないよ。遅刻になるだろう。そうとも言えるかもね。それよりミア。え？家の中じゃないんだから、ニーニじゃないだろう。あ、油断してた。ごめんごめん。まったく自分から学校ではベタベタしないでよとか言ってくるくせに。それにしても寒いね。まあ冬だしな。はあ、息も真っ白だよ。そりゃもうすぐ12月だしな。すまない。え？お兄ちゃんの反応、すまんない。もっと食いついてきてよ。難しいな、それは。ちょっとそれはちょっとハローには難易度高いかもしれん。そんなこと言ったって。そんなんだからいい歳して彼女の一人もできないんだよ。それは言っちゃいけないよ、今のハローに。ミアちゃん、なんだと。
そういうミアだって彼氏できた試しがないじゃないか。あゆうさんこんばんは、いらっしゃい。ミアはお兄ちゃんに遠慮して。ハン、どうだか外ではお兄ちゃんって呼ぶんだね。何よ、そんなお子様体験だから誰からも相手にされないんだろう。体のことは言っちゃいけよ。セクハラですよそれは。あ、またお子様体験って言った。いや今のは、てて久しぶりに食らったな。まあお子様体験はまずかったか、事実なんだけど。相変わらずだな。めっちゃイチャイチャする兄弟だね。え、朝っぱらからお熱いことこの上ない。食いの寒さも吹っ飛ぶな。おい吉岡だ、誰でしたっけ。と、そう来るか、そう来ちゃう。妹と知っててからカラオケ会うような友達を持った覚えがないので。釣れないね。せっかく新作が入ったから持ってきてやったのに。新作？ああ、例の写真集。親しき友のためにと思って持ってきたが、そう思っていたのは俺だけとはね。あ、よく見れば小学校から一緒の梅原正義くん、スポーツが得意で所属は剣道部。最近は幽霊部員気味の困った一面が。剣道部、クラスにも一緒で家も近い寿司屋の次男坊で僕の親友じゃないか。驚きの変わり身っぷりだな。すまん。へへ、いいってことよ。むしろその食いつきを待ってたぜ。どうだった、よかったか。バリいいぜ。そんなにか、衣装はどんな感じだった。まあまあ慌てなさんなって。とにかく歩こうや。こんな話で遅刻じゃ商売上がったりだしな。写真集だってさ。え、さっきのこの声って誰だった。プリコネの妹、誰だろう。ミャーちゃんの声、なるほどな、それはすごそうだ。まあちゃんと貸してやるから、汚すなよ。何？汚さないよ。ハローは汚さないよ。冗談だよ冗談。何、男子は何の写真集を持ってるの。森島先輩だよな、あれ。絵になる人だな。写真集が霞んじまぜ。そうだな。森島先輩相変わらず綺麗だよな。え、でも主人公3年生って言ってなかったっけ。僕の年上 B 級を差し引いても先輩は素晴らしい。ミヤとは違うな。ミヤとは妹と比べるんじゃないよ。ミス3択コンテストで2連覇中っていうのも納得だよな。ミス3択コンテスト、ああ本当だよ。この間森島先輩に B 組の数が振られたらしい。え、告白したのか。ああ、もうじきクリスマスだしな。クリスマスだから告白？え、4年生とかあるかな。西本父さんこんばんは、いらっしゃい。リノちゃんの声。今年こそ好きな人と過ごしたいなんて言い出してな。まあ3年生は時期卒業だしな。カズの気持ちもわからんでもない。あ、そうか。しかもうちの学校ありがたいことに大層なパーティーもあるしな。
あれ主人公2年生だっけ。今時珍しいな。伝統行事ってやつらしい。クリスマスパーティーなんていかがわしい。頑張ってみるか。やめてそういう空気出すの。去年は野郎ばかりでバカ騒ぎしてたけど、今年はさ。何をだよ。それっぽいクリスマスってやつだよ。いきなりだな。らしくないんじゃないのか。まあな。でもさ、考えてみろよ。来年はそれどころじゃないかもしれないぜ。受験やら就職で。あ、2年生なんですね。ああ、なるほどなるほど。あ、さっきの中学3年生だったのか。そうかも、ね、やらずに後悔するよりもやって後悔した方がいい。え、中学3年生で告白したの。いやらしいですね。なんだよそれ。ザインドね。この前は年越しのお金は持たない、違うか、宵越しの金は持たないが座右の銘だったよな。いろいろあるんだよ。相変わらずデタラメなやつむ。まあそれが俺の味だからな。まったく。それにしても梅原がそれっぽいクリスマスだなんて。なあ、もしかして好きな人いるのか。そいつは言えねえよ。特にこんな場所じゃな。言われてみればそうだな。とにかく俺は俺なりに頑張るぜ。俺たちは何朝っぱらから道路で語っちゃってるんだろうね。行こうぜ、遅刻しまう。1ヶ月で彼女作るってなかなか難易度高くないですか。いつもおちゃらけているだけなのに。梅原もいろいろ考えてるんだな。俺は俺なりに頑張るか。あの日からもうすぐ2年。クリスマスか。僕は。まあ、3年生は時期卒業だしな。よし。なあ梅原。どうした？その、なんか、ゲンちゃん、寿司屋のゲンちゃんみたいな音がするね、この人ね。あのさ、なんだよ、写真集ならちゃんと貸してやるぞ。そうじゃなくて。どうした？僕も頑張ろうと思う。クリスマス。え？クリスマス、女の子と過ごしたい。切実。おいおい、マジかよ。動かざること山のごとしのお前が？ダメかな。いや、すまん。ダメなことはない。むしろ、俺は嬉しいんだよ。ええ。だって、お前。いや、なんでもない。同志が増えて嬉しいぜ。よっしゃ、今日は対策会議だな。対策会議？なんだよそれ。今からクリスマスまでそんなに時間はないからな。まあな。俺が独自調査で得た女の子との接し方を教えてやるよ。よしおくん。どうした？ノリ悪いぞ。それって役立つのか。当たり前だ。兄貴の部屋にあったいろんな雑誌読んだからな。いかがわしい。おいおい、それでいいのか。まあまあ、そんな顔するな。後できっちり必殺テクニックを伝授してやるから。殺してどうする。やべ、よれだ、急ごうぜ。いいやつっぽいね、梅原くん。間一発だ。はあ、疲れた。可愛い先生のことを。お、待ってましたよ、まやちゃん。今日も美しい。
やらしいやつだな。おはようございます。春は真面目だね。梅原くん、私のことは高橋先生と呼ぶように。わかりましたか？ういっす。返事ははいで。もう遅刻ギリギリで入ってきて。早く席に着きなさい。はい。はい。うん、今日も高橋先生美しいな。20代後半だって言うけど、まだまだ若々しいし、全然若々しいよ。今日はクリスマスパーティーの実行委員を選出します。高橋先生、実行委員ってなんすか？なぜ2年生であるあなたが実行委員のことを知らないの？本当すみません。まあいいわ、説明します。毎年12月24日にクリスマスパーティーが開催されるのは知ってるわね。アツガルくん、コンヘル、エロゲーですか？いや、健全な、めちゃめちゃ健全な純愛恋愛ゲームです。これは学校近隣住民および父兄との交流を目的としています。いわば師と生徒によるイベントです。クリスマスイブに行われるのは学校の創設者の誕生日が12月24日だから。そんな理由からこの行事は通称創設祭と呼ばれています。わかりましたか、梅原くん？ものすごくわかりました。返事ははいで結構です。創設祭では一般市民のバザーや生徒たちによる模擬店なんかも出展されます。校内の飾り付けやプレゼント大会と、軽く挙げてもこのくらいあるわ。めんどくさそうだ。ですので創設祭は毎年クラスから実行委員を選出し、管理運営を行うことになっています。さらに今年は昨年までの実績によって市からの協力を得た一大イベントに昇華されているの。大変そうっすね。なんかもう カップルになれって言ってるようなイベントだよね。楽ではないわね。いかがわしい。はい、それでは誰か実行委員に立候補する人いる？あ、梅原くん。格ゲーの大会だよ。だろう、梅原さん、格ゲーの人だ。どっかで聞いたことあると思ってたよ。わざわざそんな大役やるやつなんて。誰もいないの？なんか YouTube かなんかで見たことある。そんなのいないって。あ、もし誰もやらないのでしたら私がやりましょうか。ちょっと皆さん声が可愛いよ。声可愛いよ。あ、綾辻さん。私に務まるか正直自信はありませんが。よっ、さすがクラス委員長。梅原くん、黙ってなさい。ういっす。綾辻さん、いいの？クラス委員と掛け持ちになるわよ。大丈夫です。クラス委員の仕事はだいぶ慣れましたし、この時期はあまり仕事もありませんから。もう家に帰ったような優等生。さすがね、綾辻さん、助かるわ。いえ、そんなことないです。はい、それでは実行委員は綾辻さんにお願いすることにします。竹地の子かも。綾辻さん、メインヒロインかな。よろしくね。はい、皆さん、至らぬところも多いと思いますが、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい、拍手。拍手。梅原くん、いい人だね、いいキャラだね。
こうして創設祭の実行委員は、あやつじ、ほこらさんほこらさんに決まった。ハローも優秀だから、こんな優秀すぎることも付き合います、ちゃんと。あんなに面倒くさそうな仕事を引き受けるなんてすごいな。立派というか、真面目というか。おい。どうかしたのか？うん。さっきの必殺テクニックの話だが。おお、早速教えてくれるのか？みんなも必殺テクニックを学びましょう。もちろん。だがその前に、1ヶ月で女の子を彼女を作るためのなんかあったか。必殺テクニック伝授のお題はお宝本2冊でよろしくね。何ですか、お宝本っていかがましい。そんなバカな。何がバカなもんか、安いもんだろ。どれくらいのお値段するんでしょうかね、お宝本は。何でもいいのか。いやいや、俺が欲しがってるお宝本、知ってるよな。まさか、薄いやつですかね。桃栗三年写真集とクリームソーダデラックスで頼む。何ですか桃栗三年写真集。それは僕のお気に入りの2冊。本の名前だったの、クリームソーダデラックスは。薄そうだ。おい、もう十分見ただろ。ああ、そうだな、分かったよ。よし、交渉成立だな。じゃあ、お宝本を持って校舎裏に来てくれ。なんでわざわざ。人前でするような話じゃねえだろ。それによ、こういうのは雰囲気が大事なんだよ、雰囲気。雰囲気ね、まあいいや、じゃあ校舎裏でな。おう、よろしく頼む。くそ、梅原の欠点は、の欠点はお宝の趣味が僕と一致してるところだよな。しょうがない、取りに行くか。どこにあるの、学校にあるの、お宝。誰もいないよな。よし、大丈夫だな。ここだけは誰にも知られるわけにはいかないからな。入学しても間もない頃に校内をブラブラしてて見つけた僕だけの開かずの教室。この軟条金を外してよしっと、こうして鍵をつけておけばここからは誰も入れないってわけだ。相変わらずすごい埃の匂いだ。窓にもしっかりカーテンがかかっているから、抜群に薄暗いし、でもなぜかここにいると落ち着くんだよな。押し入れといい、ここといい、僕はちょっと薄暗い場所が好きなのかも。なんかちょっと、危ない感じの春尾くんですね。本当についてるような、古い鍵が壊れたまま放置されてて、自分のスペースとして使うことができる。まあ廊下側から、廊下側の扉から人が入ってくる可能性はあるけど、僕がこの部屋に通い通してからは誰かが入った形跡はないし、まあ万が一誰かが入ってきてもいいようにお宝本には段ボールを乗せて隠してあるし、見つかった時の言い訳も考えてあるし、といかんいかん、のんびりしてる場合じゃない。お宝本を回収しないとな。家に全部置いとくのは不安だから、こうして学校にも何冊か置いてあるけど、学校にお宝本を保管しているなんて僕だけだろうな。僕だけの空間、ちょっと気分がいいかも。ってよくよく考えると、僕ってもしかして不良なのか。不良ではないかもしれんけど、危ない人かもしれん。入り口に鍵を勝手につけている。とても褒められたもんじゃないな。ははバレたら怒られそうだ。例えば綾辻さんにバレちゃうとか、なんて言われるだろう。変態って言われるんじゃないかな。やっぱり軽蔑されるだろうな。なんたってクリスマス委員会に立候補するぐらい真面目なんだし。
変態不審者さんだね。クリスマスイン、またクリスマスが来るんだな。今年の冬は何か違う、そんな予感がする。いや、違うものにしないと。あ、春は生まれ変わりますよ。さてと、とりあえず約束通り校舎裏に来てみたわけだけど。お、よく来たな。まあな、いろいろ教えてもらわないとどうにもならなそうだし。ほら、約束してたお宝本。おお、悪いな。うほほ、相変わらず魅力的な表紙だな。クリームソーダ。アートにしてくれよ。そうだな、すまね。よし、それじゃあとりあえずお前にこのメモを渡そう。はあ、メモ。なあ、なんでメモなんだ。ここでいろいろ説明してくれればいいだろう。とっとっと、言うね。そうは言うが、一回の説明で済むほどお前の物覚えは良かったか。物覚えは悪いですね。だからメモにしたんだよ。これ、とりあえず見てみろよ。お？セレクトボタンを押すとヘルプ画面が表示されます。いろんな場面で押してみましょう。初めてプレイする方へ。初めてプレイする場合は一人の女の子に集中して行動アイコンを選択するのがエピローグへの近道です。選択肢によっては突然バッドエンドを迎えることもあるので、データのセーブはこまめに行いましょう。はい。何か困ったらメモを見る癖をつけろ。時間はかからないし、いろいろな状況に応じた説明が書いてある。なるほど。なあ、ん、どうした。頑張ろうな。うわぁ、なんだよ急に。二人でさ、頑張っていこうぜ。梅原、俺はやるぜ、やってやる。ああ、僕も頑張るよ。今年のクリスマスは可愛い彼女と甘く過ごそうぜ。うん、よっしゃ、行くぞ。おお、頑張るぞ。大丈夫、竹雄の主人公は3年間かかってるけどね。思わず叫んだけど誰もいないよな。こうして2人で決意を新たにした。ちょっと熱くなって二人で叫んでしまった。今思うとちょっと、いや、ずいぶん恥ずかしいな。あ、行動が実行されました。なんか、え、めっちゃ増える。新しい行動が発生しました。え、何を、私押した今。なるほど、これで下のアイコンが女の子ってことだと思うんだよ多分。誰かわかんないけど誰かがいるんですよ。でそこに行けばその子とのイベントが多分起こるってことかな。金町みことさん、初見ありがとうございます。ツイッターから来ました、ありがとうございます。これ R にどこ書いてある。今日は甘神初見やってます。これセレクトですね。あー、なんか四角ボタンで、四角ボタンで行動アイコンを検索。セーブとかはないんだね。ここメニューがあるね。でも、あ、あるある。ちょっとセーブしてこうか。できるか不安やし。ね、ニュー多い。ね、なんか難しそうだよね。セーブしすぎて積むこともありえるんですかね。え、どうなんだろう。セーブしすぎて積む、あ、上書きセーブってことか。前にハルカナがやんちゃったミスだね。あるかもしれん。とりあえずどっか行ってみようか。なんだろう。
猫がいるとこ行ってみようか。ニュー、ペカペカしよう。ニュー行く。誰かいる。上に書いてあるよ。お宝ビデオの準備はできている。いざ梅原との取引の場所へ。え、あれ教科書に何か挟まっているぞ。確認しておこうか。書いてあるね。書いてない。書いてないとこ行ってみようか。正月休みの全部溶かしたよ。マジか。ん？よし、じゃあとりあえず行ってみよう。ここ、この行動選択できません。はい。多分上にセリフが出てないとダメなのかもしれない、もしかしたら。じゃあここ、じゃあここ。なんだか朝からお腹の具合が。しょうがない、鎖をもらいに行こうかな。ちょっとだけなんだよね。もちろん。さ、いいから力抜いて。あれ、保健室から何か聞こえてくる。すごいね、ふかふかだ。もういい？うんうん、もうちょっと。一体何なんだ。中で何をしているんだろう。ランジは覗かないものだ。思い切って覗いてみる。ちょっとだけ見てみよう。薬ももらわないといけないしな。本当にしてた。見せかけてやってないフラグだなって思ったんやけど、やっとる。やってた。なんなんだこれは。ダメダメ。うわ、手に入りきらない。すごいね。乙女総務さん、こう入る。もう許して。あいつ何やってんだ。止めないと。ミーヤちゃん。そんな息を吐きながら。あれ、お兄ちゃん。ミハちゃん。ってやつはなんていかがやし。ちょっとおかしいところがあるのは分かってたけど、まさかその女の子同士で。一体何をしていたんだ。何って、ふかふか具合を確かめてたんだよ。ふかふか具合。うん、だってね、すっごくふかふかなんだから。あ、うるうるしてる、うるうるしてるよ、みんな。ふかふか、さえちゃんの、同じクラスの中田さえちゃん、ミヤのお友達なんだね、さえちゃん。
ったんだ、友達。私、でね、さえちゃんってすっごくスタイルいいでしょ。これは確かに一年生とは思えないかも。そんな見ちゃいけないよ、ジロジロと。ミヤもあやかりたいからサエちゃんにお願いして触らせて。失礼します。恥ずかしいよね。サエちゃん、そうだ。ああ、傷ついちゃってるわ。もう、ああ、言っちゃった。もうお兄ちゃんのせいだからね。なんで僕のせいなんだよ。さえちゃんすっごく恥ずかしがり屋さんだから、お兄ちゃんが急に来てびっくりしちゃったんだよ。それはそうかもしれない。それは僕が悪いわけじゃん。お兄ちゃんが悪い。それにさ、なんだよ。さえちゃんのおっぱいじーっと見ちゃって、やらしい。やらしい、それは。いや、見ろって言われたから見てないよ。すっごく見てた。見ろって言われたから。まったくニーニーはエッチなんだから。ニーニーって言うな。もう、さえちゃん転入してきたばかりでお友達が少ないの。おお、すっごく寂しい時期なんだから。そうなのか。そうだよ、だから優しくしてあげなきゃダメなの。わかるよね。僕は別に。今度さえちゃんに会ったらちゃんとごめんなさいしてよね。わかったよ。なんで僕が悪者になってるんだろう。はあ、せっかくふかふかだったのに。ふかふかじゃなくて、中田さえちゃんか。今度会ったら謝っておくか。あ、出た。なるほど。行動が不可能になりました。ほうほう。これがきっと中田さえちゃんルートに行く道ってことかな。え、ちょっといろんな子に会いたいよね。多分下にいる子たちがみんないるっていうことだから6人はいるんじゃないかな。ちょっといろんなとこに行ってもいい？なんて言って、ピカピカ光ってるとこに行けるって言ったっけ？ここ、選択できない。動いてるとこって言ってたかな？これかな？じゃあ。さえちゃんの印象はどうですか？いい感じです。はるかなも結構さえちゃんはなかなかいい感じのあれですね。はるかなも結構好きかもしれない、さえちゃん。ここなんだか後ろから不思議な不穏な空気を感じるぞ。甘噛みされちゃってるよ。え？あ、うわあ！かまれ、いかがわしい。いいよいいよ、そのリアクション。なんだ、カオルか、驚かせんなよ。
何言ってんの、あんたと私の仲じゃない。カオルちゃん、僕とカオルの仲か。実際は赤湯ってところだけど、ここは冷たく流しておくか。他人ってことだよな。うわ、そこまで言う？うん、そう。じゃあこれでさよならね。うん。思い返せば、はや、あ、はや中学の頃からだから3年だな。そう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 、3年。衝撃的な出会いを果たした2人は。さてと、じゃあ僕は用事があるから。かわいい。あ、ほんと中学の頃から成長してないやつだよな。え、でも甘噛みされさしたためじゃないか。まあ一緒にいると楽しいんだけど、今はそんなテンションじゃないし。は、今日のところはさっさと退散しておくとするか。ちょっと、こら待ちなさいって。また何かあるの？え、悟りちゃんって読むのこれ。カオルちゃんじゃないの？あんたがボケーっとしてたから、からかいに来ただけだし。言いたいことがあるって顔ね。いや、甘神はもう一線を越えちゃってると私は思います。まあね、それはいい趣味じゃないぞって教えてあげようかと思ったの。あら、それはご忠告どうも。よーす、梅原、いいところに。夫婦漫才はもう終わりか？そんなの最初からしてないって。そうなの、こんな調子で旦那のノリが悪くてさ。そうか、棚町も大変だな。大変なのは僕だ。いいのよ、梅原くん、私が好きでやってることだから。おお、なんてけなげなんだ。うなげ小町と呼んでもよろしくてよ。お前らいい加減人の話を。あらら、もう怒っちゃった。なんたってミスター短期くんだからね。そんな風に呼ばれてたの初めてだよ。うーくわ、なんだか襲われそう。ってなわけで梅原くん、あとはよろしく。はいよ、任せとけ。それじゃあね。あ、ほらちょっと待て、サトリ、あ、声優さんのお前あ、じゃあカオルちゃんでいいの？じゃあ棚町は相変わらずだな。困ったもんだよ。そういう割には仲がおよろしいことで。単にからかわれてるだけだよ。お前だって同じ中学だったんだから事情は知ってるだろ。でも甘神はどうかな。いろいろと知ってますよ。なんだよ。いや別に。あのな、まあまあ退屈しなくていいじゃないか。もうタイトル回収しちゃったよ甘神。おっと、もう次の授業か。それじゃな。確かにカオルといると退屈はしないけど、それはそれで大変なんだぞ梅原。なんなんだろう。どこえ、何もないけど。あるのか？いや、違う、ない。あ、昼って書いてある。ここしか行けないのかな？ここしか行けなさそう？はい、はい。リオ、四角を押すとここに来るね。やっぱここしか行けなさそうだね。ここでビシビシってなんか、あれ行動できないってさあれおかしいな。
あ、みんなちゃん、後輩でやったことあるの？珍しい。あるに？あ、こういうこと？なんだこれは。あるにで、なんか、いけたわ。じゃあまだ会ったことない子のとこ行こうか。誰にしようかな。あれ、一人しか行けない。日向ぼっこしたい。どこか暖かい場所はないかな。ここ、下の数字見れば何個行けるか分かる。数字、あ、女の子のところに書いてある数字かな。左下のやつかな。なんか数字があるね。ここで。今日は暖かいな。どこかで日向ぼっこをしてこようかな。ね、こうやって女の子とみんなと会ってたらさ、クリアできないのかな、もしかして。良さそうな場所はどこもいっぱいだな。みんな考えることは同じか。ここもダメか。なんだって1ヶ月だからね。ときめもは3年間あったから、いろんな女の子と遊びまくったけど。お、校舎の前のベンチが空いてるぞ。ラッキー。誰かに場所を取られる前に、よし、ここはズバッと生か花壇だ。花壇をショートカットだよっと。キャラのとこの数字、助かります。なんか踏んづけた。くー、うわー、ひどい、ひどいよ。お腹キューって踏まれた。それはひどい、謝ろう。いや、気がつかなかったから。気がつかなかったって、幼馴染がベンチで寝てるのに。幼馴染、しかも踏んづけて起こすなんて、そんなのありえないよ。そんなこと言われても、本当に気がつかなかったんだから。あ、生け垣花壇やと思った。それに僕はベンチの上に足をつけた覚えは。あれってことは、待ってくれ。誰がどうしたって。へー、幼馴染の顔も忘れちゃったの。リホコですよ、桜井リホコ。いやいや、そうじゃなくて、ベンチで寝てたって。見ればわかるでしょ。いや、ベンチの上じゃなくて、横、そこ地べたで寝てたぞ。きっとベンチから転げ落ちたんだろう。リホコは寝相が悪いからな。この子も幼馴染なの？そんなことないよ。主人公、こんな可愛い幼馴染がいるのに。昼寝の後はいつだってリホコの足が僕のお腹の上に乗ってたじゃないか。なんだ、いかがわしい。それって小学生の頃の話でしょ。そんなの時効ですよ、無罪です。めっちゃ幸せな生活を送ってるやん、ハルオくん。そうだよ。でも今だって寝相が悪いだろ。え、それは秘密だよ。秘密も何も、今そこのベンチから転げ落ちたじゃないか。とりあえず何事もなくてよかったよ。お、何よ。心配してくれるの？私なら大丈夫だよ。好感度が上がったんかな、もしかして。踏んづけたのがリホコでよかったと思って。う、それはひどくない？ひどい。もし他の女の子だったら謝るくらいじゃ済まないだろ。それはそう。それはそうかもしれないけど、っていうかまだ謝られてない。え、そうだっけ？そりゃ悪かった。ごめん、リホコ。わざとじゃないならいいけど。
さすがに女の子をわざと踏んづけたりはしないよ。そうかな。昔よく踏まれた気がするんだけど。え、僕そんなことしたっけ。あなたじゃなかったら誰がするの。ミアかな。もう嘘ばっかり。ははそういえばあなたはどうしてここに。日向ぼっこでもしようと思ってさ。それじゃ私と同じだ。ぼーっと歩いてたらこのベンチが目に入って、お昼ご飯の後だったから眠くなっちゃって。仕方ないな。冬場に表で寝るのはどうかな。ついうっかりね。そのうち歩きながら寝て迷子にでもなるんじゃないか。いくらなんでもそれはないよと思うけど。心配だ。そんなに心配ならかわいい見張っててよ。え、見張るってどうするんだ。監視カメラとか。監視ってお前な。さてと、踏んづけちゃったお詫びをしないとな。え、いいよそんなの。目覚ましに缶コーヒーでいいかな。いや、踏ませてほしいね。はるかななら2倍踏み返します。嬉しいんだけど、その痛みをちゃんと体で思い知らせてあげるわ。そっか、コーヒー苦手だったっけ。飲んじゃうと夜眠れないんだよね。お茶は平気なのか。リホ君は確か砂糖部だろ。お茶は大丈夫みたい。確かなんとかっていう成分が入ってるおかげで、コーヒーと違って眠れないなんてことにはならないんだって。本当かな。そうなのか。コーヒーはダメで、もうお茶は飲み飽きてるんだろうし。なんでもいいよ。あ、アップルジュース好きだったよな。お、いいね。昔あなたの家で飲ませてもらったよね。あれすっごく美味しかったな。アップルよりオレンジがいいな。あ、ママちゃん、スパちゃん、センキュー、ありがとう。ママがゆっくり楽しみにしてました。ありがとうございます。よくクリスマスを迎えられるようにお祈りしてます。ありがとう。頑張って、いいクリスマスを迎えられるように頑張ります。お中元で父さんがよくもらってたんだよ。そういえば最近見ないな。そうなんだ。思い出したら久しぶりに飲みたくなってきたよ。メーカーとかってわからないの。今度父さんに聞いてみるよ。わかるといいね。そんなに変わらんやろ。相変わらず仲の良さそうなことで。また新しい子出てきた。かなえさん。あ、かなえちゃん。何してたの。キュインが鳴るのはね、隠れポイントなんですよ。いろいろあって、これからリホ、桜井にジュースをご馳走するところ。いいよね、彼氏面倒見てもらえて。今日のは損害賠償なんだから。やれやれ、またサナエさんにからかわれちゃったよ。リホことは幼なゆいの幼なじみだってのにさ。かなえちゃんも一緒に飲みに行く。ちょうど自販機代わりだから。ほう、サナエさんもリホコと同じクラスなんだから、その辺分かってほしいよ。ほほほ。ねえ、行くなら早くしないと休み時間終わっちゃうよ。はね、いろいろなところに隠してあるの。そう、隠れポイントなんだよ。え、あ、ほんとだ、それじゃあジュース買いに行こうか。だね、行こう行こう。
まったくリホコはいつまで経っても変わらないな。ずーっとこんな調子なのかね。やっぱり青森のリンゴジュースは美味しいのかな。あ、ご利益と桜葉あげますね。え、サナエさんってサブキャラなの？マジか。普通に攻略キャラかと思ってた。あとはこの子、ここの子、まだ3人もいるよ。どれにしよっかな。あ、でもな、出てこんわ。ってことはこの子しか行けない。猫、黒い猫、どこに行くのか追っかけてみよう。さん、惜しいな、惜しいんだよな。あ、ただっていうのはあれ、ユイかと思ったよ。マジか、参ったな。体育館シューズを置き忘れるなんて。見つかったからよかったものの、これからは気をつけるようにしよう。あ、猫がいる。あれ、猫だ。お前どこから入ってきたんだ？あ、おい。なんだかちょっと気になるな。よし、追いかけてみるか。確かこの辺に。うちのキューベではなさそうだね。うちのキューベ白いからね。あれ、どこに行ったんだろう。もしかして階段の下に隠れたのかな。それ以外に隠れる場所はないしな。ちょっと覗いてみようかな。あれ、いないぞ。おかしいな。あの、え、見えます。猫猫、あ、黒猫。何してるんですか。猫な、何というか、決して階段の下から見ようとかそういうことじゃなくて、覗きとかそういうことですか。いや、違うってば。僕は猫を探してて。猫？え、猫が変身した、もしかして。うん、だから猫、はあ、見てる、ハルオ、その目線が。別にいいですよ。目線が慌てすぎやろ。見られたところで私何とも思いませんか。いや、そういうのは良くない。ダメだよ、そういうのは。何ともじゃなくて、だからそれは誤解なんだってば。誤解だったら、どうしていつまでも四つん這いのままでいるんですか。四つん這い、ハロー、なんて、みっともない。立ちなさい、ハロー。履いてない、まさか。もう笑うしかないな。やや、かおりさん、こんばんは、いらっしゃい。おっちゃまたんもこんはる。白い息が。なんだかものすごく見られてて気まずいな。ここはどうにかして切り抜けないと。あ、そういえばこんな時間なんだよな。ポポ君、そろそろ帰らないと。それじゃ、え、そんなんでいいんですか。危なかった。まさか黒猫を追いかけていたら黒い下着にたどり着くなんて。黒かった？あの子が変なことを言いふらさなければいいんだけどな。まだ全然会話。おお、七咲、愛ちゃんかな。かわいい、この表情めちゃめちゃかわいくない？
人公基本謝らない、最低だな。うん、さてそろそろ帰るか。おいいい、え、なに、なんだろうか。全員なんだろう、特に押せない、うん、セレクト押してみる。好感度が上がると女の子の顔が右に移動します。星を入手するとレベル枠内の上段に移動します。出会い、憧れ、素敵で3つの星を入手するとその女の子とのクリスマスデートを迎えることができます。ふー、あー、これ一番右の行けばいいのね。疎遠、仲良し、好き、知り合い、憧れ、敵対。面白いね、好感度がみんな今左なんだね。今日は4人の女の子に出会いましたね。謝らない。あれかな、謝ってる、悪い時はね。女の子と仲良くなった。え、みやちゃんはもちろんあれだよね、攻略対象外ですよね。セーブした方がいいのかな、どうなんだろう。一回セーブしとく。おまかみ楽しいね、みんな。女の子いっぱいだね。まだいますよね、多分。好感度っていうのが今朝に戻るって何？寝るを選択すると次の日に進みます。今朝に戻るを選択すると今日の行動をやり直すことができます。あ、そうなんだ。優しいね、それは。じゃあいくらでもやり直せますね。とりあえず寝るか。まだまだいるの？え、行動有効期限を過ぎました。おお。ああ、なるほど。時間帯とか日にちによって遊べるあれがあるのかな。今のところ誰がいいかな。うーん、今のところな、クロちゃん好きだな私。今日は気持ちいい朝だな。え、でもあの後輩ちゃんも好き、おっぱい大きい子。授業開始 までにまだ時間がかかるし、教室でのんびりできそうだぞ。妹、あー、後輩ちゃんかな。僕の下駄箱に何か、これはまさか、間違いなくラブレターだよな。一体誰が。いや待てよ、早まっちゃダメだ、まず手紙を読んでみないと。何、いつも満天くんを見ていました。どうしても伝えたいことがありますので、すぐに校舎裏に来てください。この可愛い字は本物だ。しかもすぐにって、よし急いで校舎裏に行ってみよう。どんな子がくれたんだろう。それにどうしても伝えたいだなんて、うー、気が流行るな。誰でもいいんですか、万天くん。きっとあの子だ。あの、遅れてごめんなさい。あ、はい、あれ、君は、まさかこの子が昨日スカートの中を覗いてしまったばかりなのに。クロちゃん、でも言いよどんでるみたいだし、やっぱりこれはもしかして君がくれたの。ごめんね、遅くなっちゃって。それね、伝えたいことって何かな。やっぱり言いにくいんだろうな。あの、はい、来たか。
っきから何を言ってるんです？もしかして覗きの言い訳でもしているつもりですか？最低ですね。みんなにはなんかご褒美の言葉を投げかけられたよ。何ですか？なんだか全く話が噛み合ってないよな。とりあえず謝ろ。あのさ、これって君がくれたんじゃないの？はい。それなんですか？でもこの手紙で校舎裏に来てほしいって。知りません。私はたまたま通りかかっただけです。そうなんだ。この子じゃないのか。となると一体どこに？あなた何組の人なんですか？僕。他に誰がいるんですか？そうだよね。僕は2の A の満点春雄。うん、一応先輩だったんですね。後輩ちゃんなんですか？あまりに落ち着きがないので同学年だと思ってました。ひどい言われようだな。それじゃあそういう君は1の B の七咲です。七咲ね。それと名前も教えてくれるかな？愛ですけど。愛ちゃんなんだ。七咲愛って言うんだ。だから何ですか？そうだよ、だからなんだよ春雄。いや、珍しい名字だなと思って。珍しくてすみません。なんだかぶっきらぼうな子だな。よっ、梅原。お前か。あれ、梅原どうしてここに？まさかこの手紙。お、いい感じしてるね。その通り、お前を引っ掛けたんだよ。なんて残酷なことするんですか。立ちの悪い冗談やめろよな。前回のお返しだ、悪く思うな。とそっちの七咲には迷惑かけちまったみたいだけどな。では俺はここと一緒のクラスの梅原正義。すっごい嫌われてるね、梅原。めっちゃ嫌われてるじゃん。ところで、あの子はお前の知り合いなのか？まあ、そんなとこだよ。なるほどな、それでか。いや、実は俺、お前より先に来て隠れて見てたんだよ。そしたらさ、お前が張り切ってあの子に話しかけるから見てるこっちがハラハラしまったよ。ですよね。愚かなさんはこのゲーム初だよ。初めてです。愚かなはどっから来たん？ハリカナは初めてだよ。しかし最高にタイミングのいい子だな。おかげで予想以上に笑わせてもらったぞ。まったく。いいじゃねえか、人気のない場所にしてやっただけでもありがたく思うよ。それはそうだけどさ、そういう問題じゃないと思う。おいおい、それはないだろ。前に俺をグラウンドのど真ん中で待たせたこと忘れちゃいないよな。ハロー、なんてことするんだ。それを言われると。ほれ、詫びと言っちゃなんだがジュースおごってやるからよ。オレンジジュースでお願いします。よし、それじゃ早速行くとするか。七咲か。確かに恋する女の子って感じじゃないよな。でも、おい、ちょっと気になっちゃってる。ぼーっとしてないでさっさと行こうぜ。まだいますね、女の子ね。二人ぐらい。こ
こことここだね。多分ここは行かれないから、ここか。教科書に何か挟まってるぞ。昨日もあったね、これね。本当だよ、こいつらが彼女いない理由が分かったな。うん、その通りだ。あれ、教科書に何か挟んであるぞ。あ、これって先週組まれた進路調査の表紙じゃないか。すっかり忘れてたよ。無難なことを適当に書いて提出するか。よし、こんなもんでいいかな。ところで、この用紙は誰に渡せば。こういう時に頼りになるのは、やっぱりクラス委員長の綾辻さんだよな。お、ちょうどいいところに綾辻さんが。一流大学って書こうぜ、春を。目指すはやっぱ一流大学ですよ。綾辻さん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。かわいいね、綾辻さん。この進路調査用紙って誰に渡せばいいのかな。ああ、これなら私が預かるわよ。なんか先輩っぽい。え、これもクラス委員の仕事だから。あ、そっか。じゃあこれ、いいかな。よかった、わざわざ職員室に行く手間が省けたよ。あ、ちょっと待って、ここ書き漏らしがあるわよ。え、あ、本当だ、すぐ直すよ。ううん、口頭でいいわよ。あとは私が書いておくから。なんて優等生なんですか、皆さん。そう、じゃあその上のところと同じ感じで。了解。はじめくん、スパちゃん、センキュー、ありがとう。先生ルートに行くかと思いました。ね、先生もしかしてサブキャラ、もしかしたら。アメロンちゃんもコーヘル、甘髪楽しみでした。私も楽しみでした。なんでもない。ただあなたって見かけによらず面白い将来設計なんだなって。バカにされてる、これは。いや、面白いっていうのはちょっとやっぱり適当に書いたのはまずかったかな。あの、それについては。大丈夫、誰にも言わないわよ。そう、一流大学だから。ハローは一流大学行くって書いたのにバカにされてるわ。じゃあ私、委員会に行かなくちゃだから。あ、うん、それじゃあね。やっぱ先生ルート、絶望してた人、人間が多くてね。先生ルートないのか、やっぱり。同じ年であんなにしっかりしてる人なんて見たことないよ。ねえ、ちょっと先輩っぽいよね。その上可愛くて人気があって、はあ、まさに完璧ってやつだよな。僕も少しは見習わなくちゃ。もしかしてワンちゃん留年してたりする？まさか綾辻さんに限ってそんなことは。なんかめっちゃ増えたな。あれは、春尾は一流大学目指します。あと一人、この子ですね。あ、できないわ。あ、できないみたい。いずれ会えるかな。え、じゃあどうしようかな。そう、みんな誰が好き。ちょっとお腹の具合が悪いけん保健室行こうかな。うわ、でも綾辻さんも可愛いんだよな。あれ、でも同じイベント起きるのかな、これ。あ、下か。ふわふわ見てきちゃっていいですか。みんな誰が好き、今んとこ出てきた子たちで。でも いっちゃっていいかな。
みんな誰が好き？中田さんに謝らないとな。どこにいるかな。やみくもに探してもな。とはいえ行きそうな場所もわからないし。ダメかな。かわいいふわふわちゃん、中田さん。あの保健室ではうちの妹がそのミヤが変なことをしちゃったみたいで、こいハロー、お前目線がちょやらしい 目で見るじゃありません。もう犯罪者だわ、もう通報やわ。これは震えてるじゃんちょっと誰か止めてくれこいつを。いくら女のこと言え、本当にもう兄弟揃ってやばい血筋持ってるよ。これは震えてるから。大きいな、最低か。ごめんなさい。やめなさいよ。失礼します。そりゃそうだわ。あ、ちょっと靴はもうダメだ、通報だわ。言っちゃったよ。これじゃあ謝るところか話せないじゃないか。いや違うだろう、悪いのはハルゴでしょうか。無自覚なエロがえげつないですねえ、強制イベントだって。震えてたからかわいそうに。今日は何を食べようかな。何何、え、限定メニューのご当地ラーメンシリーズだって。これは急いで確保しないと。ダッシュだハルオ。ハルオは一体どんなキャラなんだろう。なんとか変えたぞ。博多豚骨スペシャルか、美味しそうだ。それは間違いないね。博多豚骨スペシャル、やっぱあれキクラゲと細麺は絶対必要ですよね。よし、今日は気分がいいからテラスで食べよう。お、ちょうど空いてるじゃないか。いただきます。まずはスープを。いかにも豚骨って感じだ。薄いな。よし、次は麺だ。ズズー、おお、これは美味しい。細麺だった。麺の縮れ具合は抜群じゃないか。バカ野郎、豚骨ストレートだろうが。縮れちゃいけないでしょう。何を言ってる。あー、ダメだ、焦って食べたらもったいない。あ、うまかっちゃんかな、もしかしたら。でも止まらないよ。ズズズー、間近で見てもいい食べっぷりだね。ワンちゃんうまかっちゃんかもしれないね。だったら縮れてるかもしれない。これあげるね。わ、ラーメンに唐揚げが。何をするんだよ、なんてことを男の子はいっぱい食べないとね。で、も、森島先輩。あ、一番最初。あれ、どこかで会ったことあったかな。森島先輩が目の前にいる、どうしよう。どこかで会ったかな。そんなに見つめられると気のせいかな。やっぱりわからないや。で、そんな君のお名前は。二の A のマンデンハルオです。そっかそっか、これからもいっぱい食べて立派に育つんだよ。じゃね。はいはい、育ちます。言っちゃった。ハルカが迷惑かけたみたいね。え、え、あー、さっきのお友達ですか。あ、はい。あ、挨拶
もしないでごめんね。私は 3-A の塚原響き、はるかとはクラスメートなの。へえ、森島先輩とお友達の。うん、そういうことになるかな。さあ、ところでさっきのことだけど。うん、え、ラーメンに唐揚げのこと。はい。驚いたよね。はるかには悪気はないんだけど。悪気がないんだとしたらすごいです。君が何くんかな。あ、二の A の満点春男です。はるかがあまりにも美味しそうに食べている君に感心して、うん、もっといろいろなものを食べさせたいって言い出して聞かなかったんだ。なるほどですね。塚原さんちょっと声が小さいですね。いろいろなものですか。ちょうど自分の定食の唐揚げが一つ残ってたから君のラーメンに入れちゃったんだよ。なるほど、そうだったんですか。迷惑かけちゃったよね。あ、いいえ、多少驚きましたけど大丈夫ですよ。人が残した唐揚げを いきなり自分のラーメンに入れられるっていうのはちょっとびっくりですけど、まあ可愛いから許されるかもしれない。君の心が広くてよかった。可愛くなかったら警察呼ばれますよ。そんな大げさな。塚原先輩、お腹から声出してもらっていいですかね。ごめんなさい。水泳部のミーティングがあるからもう行かないと。水泳部なんだ。ええ、そうなの。君も今からでも遅くないから入部しない。あ、いや、それはもう大丈夫です。女の子の水着姿が見れるのは捨てがたいんだけど。そう、残念ね。それじゃあお食事中にお邪魔しました。あ、はい。びっくりしたな。まさか森島先輩に話しかけられるなんて。しかも唐揚げをもらっちゃったよ。夢じゃないよな。おお、乗ってる。大丈夫だ。ちゃんとラーメンの上に乗ってる。まるで最初から入っていたかのような存在感を出しながら。森島先輩からもらった唐揚げ食べてみないとな。もぐもぐ。ふやけてる。当たり前か。やっぱり唐揚げはラーメンに入れず食べた方が好みかも。まあ、そりゃそうかもしれないね。こうして森島先輩と塚原先輩と知り合いになれた。唐揚げはふやけていていまいちな感じだったけど、すごくラッキーだよな。どうやろうか。これはラッキーなのか。絵付けされた。これでもしかしたら全員出てきたかもしれない。誰にしようかな。ちょっとあやつじさんどこ行きたいな。気になりますよ、あやつじさん。バスになっちゃったの何なんだろうね。あやじさんが何かをしているみたいだな。さて、そろそろ帰ろうかな。あれ、あやつじさん、どうしたの、こんな時間に。あやつじさんこそ。私は先生に頼まれてこの進路調査用紙をまとめてるの。そうなんだ。どうしよう、一人で大変そうだけど手伝ってあげた方がいいのかな。それじゃあ頑張ってね。僕も手伝おうか。初めて選択肢出たんじゃないこれ。あ、牛タンちゃんこはる。そう、めっちゃ有名なやつです。私も名前は知ってた。いや、あやつじさんさ、こんなに真面目な感じだけど実は何か裏がある可能性ない？僕も手伝おうか。え？いいよ、一人で大丈夫だから。でもまだ半分以上あるじゃない。あまり遅くなると家族も家の人も心配するよ。
したことはできないけど、少しは役立てると思うし。本当にいいの？どうせ家に帰ってもやることないんだ。別に構わないよ。じゃあ少しだけ。うん。そしたら進学って書いてる人の志望大学名を書き出してもらえるかな。うん、分かったよ。これは結構大変だな。あやつじさん、これを一人でやるつもりだったのか。よし、ちょっと気合を入れていくか。これでよしっと。え、あやつじさんはもう終わったの？え、早いね。慣れてるから。こういうお仕事結構頼まれるんだ。そうなんだ。ゆっくりでいいわよ。私は別のアンケート集計をやってるから。え、まだ他にもやることがあるの？じゃあこっちは僕に任せてよ。え、裏表ないです。マジか。あやつじさん、本当に裏はないですか？お願いします。終わった。お疲れ様。あやつじさんの方は？これでラスト。本当に早いね。褒めても何も出ないわよ。そんなつもりじゃ。分かってる。素直に受け取っておくね。うん。よし、終わった。ええ。お疲れ様でした。あなたのおかげで早く片付いたわ。ありがとう。手伝いになってたらいいんだけどね。なってるわよ。あ、それならよかった。じゃあ私、先生のところに届けてくるね。うん。それじゃあまた明日。またね。奇抜なピンクとかいないですよね。ピンクがいないのはちょっと寂しいですね。そのピンク枠ははるかながなっときますね。結構頼まれるか。先生たちにも信頼されてるんだろうな。それはなんか疲れちゃいそうだね、あやつじさん。さて、そろそろ帰るか。一日の行動は3回ぐらいかな。好感度って変わった？動いてないような。別に特に変わってないよね。もうちょっと進まんと変わらないのかな。進んでいい？何かいいことあった？ミーヤちゃんの好感度はめちゃめちゃ高そうだね。もしかして可愛い女の子と知り合いになれたのかな。いいかな、西武線で行っちゃうか。一緒に帰れたりしないんかな。どうなんだろう。仲良くなったらワンチャンあるかもしれない。え、この子、これはさ、隠しキャラとかあるん？隠しキャラ。みゃみゃーちゃん、もしかしてみゃーちゃんワンチャンいけるの？寒いけど眠い。適当に眠いってとこか。お、目の前をテケテケ歩いてるのはミーヤじゃないか。よし、眠気覚ましに僕の分の目玉焼きを、卵焼きを勝手に食った罰を与えてやるか。そーっと近づいて。今だ。誰だ。うわー、なになに。誰だ。ふふふ、大成功だね。誰だ、こら、離せ。
だよ。もう何してるのよ。朝からイチャイチャしやがって。はは、驚いたか。当たり前でしょ。入室者かと思ったよ。もう寒いし、朝はいないんじゃないか。確かに、うん、そう言われると確かにそんな気もしてくるね。うん、多分暖かくなってきてからだろう。もう確かにそうだね。さすがお兄ちゃんって違うでしょ。なんでこんな子供っぽいことするの。ミーヤに子供っぽいって言われるとは、卵焼きの敵だ。とぼけても無駄さ。朝食の卵焼き、僕の分も食べただろう。なんのことかな。切れ端しか残ってなかった卵焼き、あれは僕の分のはずだ。ミヤ、一切れは残しておいたよ。嘘だよ、ちゃんと一切れだけ残ってたよ。なんだ、驚かせないでよ。だがこれで僕の卵焼きを食べた犯人は分かったな。あっ、しまった。もうとぼけることはできないぞ、ミヤ。はあ、参ったよ、お兄ちゃん。まさかそんなせこいことをしてくるなんて。誰がせこいんだ。ニーニ。ニーニって呼ぶな。おはよう。森島先輩に見られた。あ、森島先輩。可愛い彼女ね。違います、妹です。え、妹さんだったの。似てないかも。あ、ごめんなさい、悪い意味じゃなくてね。いいんです、よく言われますから。やっぱ血がつながってないワンちゃん。あ、紹介してほしいな。あ、すみません、妹のミヤです。ミヤ、こちらは。知ってる、3の A の森島先輩ですよね。わぁ、知っててくれたんだ、嬉しいな。よろしくね、ミヤちゃん。ん、ミヤ、もしかして。もう行く。苦手なのかな。おい。ああ。なんだよ急に、ミヤのやつめ。嫌われちゃったかな。嫌われてるね、完全に。すみません、後で気づく言っておきます。ダメよ、そんなことをしたらますます嫌われちゃうと思うし。え、なんでですか。もしかしたらなんだけど。うん、もしかしたら。ミヤちゃん、焼きもち焼いてるんじゃないかな。ミヤが焼きもちですか。うん、大好きなお兄ちゃんがよく知らない女の人と仲良くするのが嫌なんだと思う。だから君が私をかばって怒ったりしたら逆効果よ。そう考えすぎじゃないですかね。それはないですよ。どうして。だってそんなに仲良くないですから。それは乙女心を分かってないな。うん、そうよ。そうか。それにしても妹さんかわいいわ。そうですかね。小柄で目が大きくて猫ちゃんみたい。あんな妹が欲しかった。先輩は妹がいないんですね。男兄弟ばっかり。しかも可愛くないの。それはあんまりですよ。そうなんですか。いいな、いいな。結構甘えん坊タイプのなんですかね、先輩は。私にくれない。なんか騙されそう。怖っ怖っ怖っ。なんかね、騙
騙されそうな感じせん？え、さすがにちょっと。そうよね、さすがにダメよね。あ、はい。あー、ミヤちゃんみたいな妹と一緒にお買い物行ったり遊び行きたいな。あ、それは羨ましくていいですね。微笑ましい？はい。微笑ましいか。ん？夜は一緒にお風呂に入って洗いっこしちゃったりしてね。お風呂ですか？そうよ、内緒話とかしながらね。お風呂で内緒話？ああ、顔赤いわよ。どうしたの？微笑ましい話をしてるだけなのに。え、あの、いや、先輩やめてくださいよ。かわいい。あ、遊ばれてる。先輩勘弁してください。こうして森島先輩と一緒に登校した。周りの男子の視線を怖いくらいに集めたけど、とても楽しかった。一応ミヤのおかげだし、後でフォローしておくか。やっぱ先輩はちょっと大人の魅力、大人のあれがありますね。ふわ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 ちゃん、あ、洗濯できないわ。ふわふわちゃんいけないよね、これ多分だよね。猫ちゃんは？猫ちゃんもいけないね。じゃあ誰だろう。あやつじさん。森島先輩か。じゃあまだ一回も行ってない。桜井さんどこ行こうか。うー、寒いな。この季節の手洗いは辛いぜ。お、あそこにいるのはリホコじゃないか。そうだ、よし。何するの？ちょ、やめてほしい、恥ずかしいことするの。リホコなあ、セクハラしちゃったよ、また。びっくりした。あなたの手すっごく冷たいよ。そんなに驚くとは思わなかったよ。いきなりほっぺに手をつけられたら誰でもびっくりするってば。はあ、いちゃつきやがってそれにしてもあなたの手冷たいよね。七崎さん、1って書いてたから何かしらイベントあったかも。え、でも洗濯できなかったよ。なんて言ったの？すごいよ、ギネス級だよ。そんな記録はギネスブックに載らないんじゃないかな。それってひょっとして冷え性？え、どうだろう、違うと思うけどな。冷え性ではないんじゃないかな。もし冷え性だったらニンニク食べたりごぼう食べたりするといいらしいよ。へえ、皆さんニンニク好き？私は好きだよ。へえ、そうなのか。ふくらはぎをマッサージとかね。いや、いい、詳しいな。お母さんが冷え性なんだ。リカおばさん違うか。リケおばあさん、え、冷え性なんだ。うん、だからうちの夏は冷房禁止で暑くて大変なんだよ。それは辛いね。汗びしょびしょでシャツなんかぴったりくっついちゃって、夏は嫌いだ。かわいい
全身で表現するタイプ女子だね。シャツがぴったりくっついてってことは手の形が可愛い。みや、ちょっと、おい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 、ハローくん、いや違うじゃん、それは急になんか新たな能力手に入れちゃったんだけど、投資の能力手に入れちゃったよ。どうしたの？どうしたん、ハロー。あー、戻っちゃった。いや、こう、なんでもない。だから私はどちらかというと夏よりも冬の方が好きって感じなんだマジでなんかときめもの主人公とはまた違ったあれがあるよね。なるほどな。じゃあ冷房の効いてる夏はどうだ？冬かな。夏はスイカもあるしかき氷もあるぞ。焼きトウモロコシに焼きイカ。焼きイカいいね。ツルツルのそうめんに冷やし中華。まあ夏もいいかな。そして海水浴。断然冬が好き。泳ぐのダメ。なんだ、まだ泳ぐの苦手なのか。そうなんだよ。だから未だに水泳の授業は補習受けてるの。温水プールのあるヘルヒー東に来たのがそもそもの間違いじゃないのか。だって日比野だと。日比野？まあ家から一番近いのはここだから仕方ないよな。うん、何か裏がありそうですね。うわ、寒い寒い。自動販売機でココアでも飲んで教室に戻るとするか。うん、そうしよっか。じゃあどっちが怒るかじゃんけんで勝負。よし、望むところだ。くっ、強くなったな、リホコ。ほっほっほー、悪いねー。リホコめ、次はコンは行かないぞ。今あれはさっきのはもしかしたらハルカネの妄想やったかもしれんね。みんなには見えてなかったかもしれん。確かに1ってついてる。リホコは3ってなってるの。ファファちゃん行っていい？ふわふわちゃんいけるし、さっきリホコ行ったしね。ふわふわちゃん。そうだよ。中田さんに保健室でミヤの振る舞いにフォロー入れておかないと。普通に考えれば教室だけど。普通に考えれば教室いないし。転入してきたばっかりだろ。一人でフラフラするとなると、あの辺か。あそこにいるのは。よし、中田さん。え、あの、失礼します。もう怯えてるわ、もう完全に。ちょっと待って、謝らせて。え、あの、本当にちょっと体ばっかり見てごめんなさい。何でしょうか。あ、ミヤのことなんだけど。ミヤちゃんのことですか。あ、うん、保健室で。ごめん、ミヤのやつが変なことしたみたいで。ハローも結構したけどね。そのミヤも悪気はなかったと思うし、
僕も覗くつもりはなかったんだけど、中田さんにはすごく嫌な思いをさせちゃったよね。ごめん、できれば許してほしいんだ。いいんです。え、みやちゃんはお友達だから。そっか、ありがとね。いいえ、仲いいんですね。どうかな、悪くはないと思うけど。羨ましいな。え、ああ、なんでもありません。そっか、とにかくもう触らないように言っておくから見ないようにも気をつけます。あ、いや、その変な意味じゃなくて、こう胸をね。失礼します。もう変態じゃん、ハロー。あ、中田さん、行っちゃったよ。しまったな、つい余計なことを。まあとりあえず謝れたからよしとするかな。照り返しっていうものがないよね、ハローは。でもちゃんと謝れたからね、ハロー。うん、ちょっと成長しました。ちゃん全然選択できないね。なんでだろう。ないよね。選択できないね。見てるのがリフコでしょ。この子は数字書いてないね。これ選択してるしね、もうすでに。あ、ラムちゃん超える。ハルオのバカ、変態、うるさい、もう知らない待ってくれ、ラムちゃん、話せばわかる。ハローは、今回のハローはちゃんと真面目に誠実に生きてるよ。ちょっとさ、びっくりマークがある。びっくりマークが3個ついてる。どこ行ってみようか。びっくりマークが3個じゃないわ。さっき言ったもんね。先輩、森島先輩、ちょっとびっくりマークついてるんで行ってみようか。これかな。そう、真面目に真面目に生きてるよ、今回のハローは。森島先輩、ミアのことすごく気に入ってたな。妹にしたいだなんて、お風呂に一緒にだなんて。はるちゃん、ん、どうしたの、みゃー。ねえねえ、今日は一緒にお風呂に入ろう。え、今日もなの。もう、昨日も一緒に入ったじゃない。だって、約束してたバスアップ体操、まだ教わってないもん。ああ、そうだったわね。しょうがないわね。いいぞ、ミア、もう一息だ、頑張れ。ハロー、妄想すごいな。行こっか。うん、くらえー。は、お、見えないぞ、何事だ。ん、停電ですよ。て、停電じゃないだろ、ミア、話せ。ヒヒヒヒ、仕返し大成功。仕返しってなんだよ。ミアのこと目隠ししたじゃん。
もうあれはミヤが。で、そんなことよりせっかくいいところだったのに。え、どうかした？ミヤの頑張りのおかげで森島先輩のいる桃源郷に。桃源郷？何が？あ、いや、なんでもない。あ、ミヤちゃん。あ、森島先輩。楽しそうね。私もいいかな。あ、露骨に嫌がってる。もちろんですよな、ミヤ。別に。ありがとう。すっごく楽しそうだったけど、何の話をしていたの？あ、それはちょっと。そこは素直に教えてよ。意地悪なんだから。ねえ、ミヤちゃん。なんだろう、すごくエロく感じる。なぜだろうか。森島先輩、なんかめちゃエッチく感じるな。こら、ミヤ。次、家庭科の実習だからもう行くね。すっごい嫌がってるね。おい。行っちゃったか。すいません、先輩。本当に猫ちゃんみたいね。可愛いのに釣れない感じ。そうですかね。可愛いじゃない、とっても。子供っぽいだけだと思いますよ。あら、校内の評価は違うみたいよ。え、ミヤちゃんと知り合った後にね、友達に1年生に猫ちゃんみたいに可愛い子がいたって言ったの。そしたらミヤちゃんってすぐに分かったもん。へー、もちろん本当よ。ミヤちゃんがモテるって嘘をついてもしょうがないじゃない。それはそうですけど、ミヤがそんなに有名なわけは。知らなかったのね。へー、何をですか。モテるみたいよ。一部だけどね。一部の男子らしいけど、すっごく人気があるって言ってたわよ。一部で。とっつきづらそうだけど、ちっちゃくて可愛いって。心配なのかな、お兄ちゃんは。そんなことはないですよ。そう？でもすごく心配そうな顔してる。いや、それはその、あ、もしかしてミヤちゃんだけモテるのがちょっと面白くないのかな。もしかしたらそっちかもしれないね。先輩、からかわないでくださいよ。ハルオだってモテますよ。そういう君も抜群に可愛いと思うよ。可愛い。そうやって素直に顔が赤くなるところも。完全に遊ばれてるね、これは。はあ、ミヤちゃんともこんなやりとりがしたいな。え、あ、邪魔しちゃってごめんね。バイバイ。あ、はい。かわいいか。これは好感触。そうだよな。誰かそうだと言ってくれ。どうなのね、実際妹がもう思ってたら嫌なのかな。どうだろうか。実際そんなに興味なさそうだけどね、リアルだったらね。あ、やっと選べそう。猫クロちゃん。あ、のぶねこさん、こはるー、いらっしゃーい。ね、みやちゃんルートっぽいよね。コメント言って誰もいないな。そろそろ帰ると。あれ？あ、あー、ななさき。どうも。なんだよ。まあ、いえ、なんでもないです。どうか
かしました？いや、あっていきなり笑われたりしたらあんまりいい気はしないだろう。そうかもしれませんね。どうせ騙された時の僕の顔でも思い出して笑ったんだろう。いえ、それは違います。卑屈になってるね、ハロー。どう違うんだよ。先輩を笑ったつもりはないということです。ただ私が先輩にラブレターを出すところを想像して。そうなんだ。あ、気を悪くしました。だったら謝ります。すみませんでした。なんて素直な子なんでしょうか。いや、そういうことならもういいよ。私、自分がそういうことには疎いので、つい。だからもういいって。そうですか。うん、もう気にしてないからさ。はい。あ、そういえば、あのラブレターって仕返しだったんですよね。ああ、うん、そうなんだよ。実は先に仕掛けたのは僕なんだ。じゃあ仕方ありませんね。七崎にも迷惑かけちゃったよな。あ、私は別に。先輩こそそんなこと気にしなくてもいいですよ。そっか。それじゃあ私そろそろ帰りますから。あ、うん、失礼します。またね、七崎。七崎か。こうしてちゃんと話してみると結構しっかりした感じの子なんだよな。うん、確かにラブレターを出すってタイプには見えないな。かわいい。さて、そろそろ帰るか。どうなんだろう、いつか一緒に誰かと帰れたりするのかな。ちょっとちょっと進んだ。全然進んでない気がする全然進んでない気がするな。どうなんだろう。ちょっとは女の子と仲良くなった？慣れてないかもしれないな。慣れてるような気がしてるけど慣れてないかもしれないな。ちょっとセーブしとくね。一応全然進んでないよね。あやいのくん、小春、これが甘がりんだ。甘がみだよこれ1ヶ月でしょ。4日目、クリスマスまでだと思うから多分12月だよね。宝石みたいなアイコンがフリートーク枠で好感度稼ぎだったりします。あ、そうなんだ。あ、そういえばなんかあったな、宝石。冷え込むな。なんだかここのところめっきり寒くなってきた気がするよ。とはいえこれから真冬に向けてまだまだ寒くなっていくんだよな。朝が辛い季節か。でも中には元気な声の人もいるんだよな。例えばあそこの。ということなんです。なるほどね。それで今日の練習なんですが、どういうメニューがいいでしょうか。そうね。あれ、もしかしてこの声は。あ、かわいい。おお、塚原先輩と一緒にいるのは七崎じゃないか。なんだか意外な組み合わせだけど、あの二人って知り合いだったのか。なるほど。で
ではそうしてみます。ええ、大変だとは思うけど、いい結果につながると思うわよ。はい、ありがとうございます。期待してるわよ。水泳部もしかして、まさか水泳部なのか。エチですね。今の内容からするとどうやら部活の話のようだな。それにしても1年生であの塚原先輩と知り合いになれるなんて。僕も部活に入っていたら素敵な女性の先輩と巡り会えたりしたのかな。なんだか少し羨ましいな。動機が不純なんだよ春男は。そんな理由で部活に入る子はいないでしょう、きっと。そこは今から水泳部入れますかね。茶道部のマークになっと。これが宝石マークか。また帰宅部変わるイベントなくない？ね、イベントないよね。すでに洗濯済みでしょ。とこれがあるとこ行こうか。宝石、これが好感度上がるかもしれない、もしかしたら。もう一回水泳部誘ってくれたら今度こそ入ります。七咲、先輩。なあ、今ちょっといいか。はい。じゃあ少し話でもしようよ。そうですね、構いませんよ。じゃあ、あ、なんか出たんだけど、エッチ。待って、エッチはさすがにいきなりじゃないか。ここをそういうのはちょっとまだ早いと思うんだよ、さすがにね。じゃあ運動で。水泳部なのかな、もしかしたら。七世紀の好きなスポーツって何？基本的には何でも好きですよ。スポーツ少女なんか。ただその中でもというとバスケットボールや水泳ですけどね。へえ。なんだ。2、今多分1が終わって今2がでかくなってるから2なのかな。で多分一番最後まで行くとヒットになるのかな。食べ物、好きな食べ物とかある？なんか嫌だった？あれそういえばこんな話があるんだけど、あれってことみたいだよ。絶対噛み合わせそう。そうですか。どうやらいまいちな話題だったみたいだな。ごめんね。なんだろう。じゃあね、下がったよね多分今ね、なんかが。ジェイ君、コウヘル、いらっしゃい。いや、まだダメだよ。まだ3だから。多分これ5までいけるから。もうちょっと。何かあげること。もう一回運動のこと聞いてみる？いや、ここは行動で。何なのか分かる。あ、罰やわ。ちょっと待って。よし、思い切って手をつなぐんかい！それはダメでしょうか。
何ですか？それはやめてよ、恥ずかしいわ。ちょ、春尾くん、いくら世界でもいきなり近寄られるとあまりいい気はしないんですけどいやちょっと待ってよ、いきなり行動がさ、いきなり手をつなぐやと思わんやん。いや、じゃあ何、エッチ選んだら何するの？ちょっと待ってください、アティティさん、こんばんは、いらっしゃい。一度メモを見るのがおすすめ。あ、待って、メモ見るわ。女の子の話したい話題を予想して同じ話題で話しかけよう。予想が当たれば女の子が話題に応じてアクションを返すぞ。好感度がアタックマークまで溜まるとアタックチャンス。ターンとテンションごとに話したい話題は決まってるぞ。どういうことよ。ターンマップ、 L1 ターンマップ、あ、何これ、あ、マジ？すっご、このテンションの時に私はこの話題が話したいですよっていうのがこの子の中であるってこと？難しい。ちょもう一回運動行ってみようか。メニューって何？あ、なるほどね。もう一回、まだ 4だから、みんなまだまだあるから。あ、いいですね七崎って結構スリムだよな。また体の話してる。今の体脂肪率ってどれくらいなんだ？先輩って普段からそういうことを平気で女の子に聞いたりするんですか？それはそう、うん、それはそう。あ、いや、それはですよね。ごめん、もう聞かないよ。はい。変態だよ、もう完全に。あの、先輩、すみません。私、この後に用事があります。待って、ゴー！そろそろ失礼します。いや、ゴーがあると思うやん。七崎、ちょ、ゴーでエッチよ。あ、話が盛り上がってなかったし仕方ないか。じゃあ、ゴーでちょっとエッチを選びたかったんだけど。体重と体脂肪率はみんな聞いちゃダメだよ、女の子に。気をつけて。あー、宝石ないかな。宝石ないね。宝石があったら今度から宝石、七崎ってさ、こんな顔してたんけ、右下のやつ。なんかもっと可愛い顔してたような気がするんだけど。ああ、仲悪くなったりする、もしかして。おかしいな。え、違う、体脂肪率の話したのはあれだからね。そんなことすると思わんやん、まさか。しかもいきなり手をつなぐとかさ、もう普通の人では考えられないことするんだよ。カオルちゃん選べないね。ってなんだ？この子も選べないね。あ、ある！宝石ある！宝石いっていいっすか？花壇で！あ、ウォチマンさん！変わる！なんか怒ってるよね、絶対。あ、リホコ、大丈夫、リホコはもう失敗宣言。暇だったら話でもと思ったんだけど。うん、暇だよ。まずはここはね、ここは危険だから、まずちょっと世間話しましょう。今日はなんか天気がいいねみたいな。笑っちゃうくらい寒いよね。うん、すっかり冬って感じだな。でも急に暖かい日もあったりして困
困っちゃうよね。困るってどうしてた？ほら、厚着してきちゃうと暑いでしょ。男子はそうでもないの？ゼイ君スパチャ選挙ありがとう。はるか朝の体脂肪率はいくつはにゃ？もうゼイ君って女の子にそういうことばっか聞いてるんですか？信じられないですね。最低だわ。暑ければ脱げばいいんじゃないか。それだね。下に着てきちゃうとなかなか難しいわけですよ。それなら上に着るとか。だってほら授業中はブーメラン飛んでる。そっか、大変なんだな。そうなんですよ。ちょっといい感じじゃない？いい感じなんじゃないか。メニューってなんだっけ？ L1 って言ってたかな。今ミッド。そうじゃん、この子食べ物好きじゃん。食べ物のこと言うわ。あ、いいですね。お昼って何食べることが多いの？そうだな、やっぱりラーメンが多いかな。やっぱそうだよね、やっぱお昼は麺類だよね。そうなんだ。そんなにラーメン好きだっけ？悩んだらとりあえずって感じかな。ラーメンが特別好きってわけでもないよ。そっか。リホコはどうなんだ？私はね、コロッケとか？コロッケ？カニクリームコロッケとか好きなんだよね。わかる。クリームソースがいいんだよ。美味しいよね。カニクリームは美味しい。毎日それじゃ太っちゃうよね。その前に飽きちゃうんじゃないか？そう？火に来た。ん？枠の色もヒントになってますよ。枠の色？あ、この枠の色、黄色とかオレンジとか違うか。あ、上の枠か。あの雲みたいなモコモコしてるとこの色ってことね。ってことは黄色、ボラックを選べばあの真ん中のふわふわしたとこに行くってことかな。L1やっぱ火だよ、火。じゃ、娯楽で。あ、いいですね。最近好きな曲とかってあるのか？ね、テクノっぽいやつとか？テクノってどんな感じ？テクノ！友達が貸してくれたんだよ。テクノ歌謡っていうの。テクノ歌謡、どんな感じの曲なんだ？なんかね、ポワポワ光の彼方にキュルキュル風待ってみたいな歌。いつものリホコンとさっぱり区別がつかないな。それって私がテクノっぽいってこと？坂本龍一みたいなやつ。坂本龍一どんな感じ？テクノの偉い人に怒られるぞ。火来てる。でもあれなんだろう。青か黄色だね。今でも黄色いったから青いく。いいですね。あ、戦場のメリークリスマスの人。わー、知ってる。私めっちゃ好きだよ、あの曲。リホコは月のお小遣いっていくらくらいなんだ？え、昔からあんまり変わってないよ。昔からって1日50円？いやいやいや、いくらなんでもそれは小学校の時だろ。それ終わりないって言うから
今はね、1日200円だよ。少た、雲ないか。1日200円だったら1ヶ月6000円ですかね。でも最近はちょっと不満なこともあるんだけどね。不満ってどんな不満が？2月はお小遣いが600円も減っちゃうんだよ。なるほど、確かにそれは死活問題だな。見て、レインボーが光ってる。アタックできないの？なんだろう、これアタックできなくない？でもちゃんと火だよ。選べないね。やっぱエッチですかね。5回目だし、あれレインボーワンチャンあるし、ちょっと一回選んでみてもいいですかね、皆さん。ダメかな、ダメかな。ちょっと誰選べって言ったのっていう話があって、誰ですか。すっごい引いてるよ。これが女子の顔だよ、みんなちゃんと見て。ちゃんと見とって。他の話しない？めちゃめちゃ引いてるよ。そうか、いまいちな話題みたいになった。いまいちな話題、どうなった？あ、もうこんな時間。あ、ほんとだ。もう少し話していたいんだけど。そういうわけにもいかないだろ。だよね。それじゃあまたね。え、レサ、仲良くなったらむしろ逆にエッチな話できるんですか？普通に笑顔でしてくれるのかな、もしかして。やすみさんのイベントが発生しました。昨日の夜、変な体勢でゲームをしたせいで、かな。今日はやけに肩が凝るぞ。いや、単に今の授業が苦手科目だったからかもしれないな。おい、そこのぼーっとしてるやつ。なんだ？誰だろう？確か、どこへ行ったっけ？ちょっと付き合え。どちら様ですか？新キャラがどんどん来る。A ちゃんと B ちゃん。桜井里穂子。桜井里穂子ってどう見ても違うじゃないですか。あ、もしかして知り合いですか？それなんかそうと。シャラップ。男のくせに細かいことをブチブチと。うるさいやつめ。なんなんだこの人たちは。いいから付き合うのか。付き合わないのか。怖いから行きたくないな。さあ、どっち。いきなりそんなこと言われても。行きます。行きます。おお、物分かりがいいね。はい、さすがリホッチには見る目がある。ありがとうございます。あの、リホコの桜井の知り合いですか？ああ、初めてだっけ。私は茶道部部長、ゆずきるりこだ。ひばまなか、ザ副部長。エネルギー波打たれてる。桜井と同じ茶道部の。そういうこと。茶道部のメンバーか、リホコからいろいろ聞いてはいたけど、待てよ、この時期だと部長の引き継ぎは終わってるはずだから同級生か。でも2年生の教室では見かけた覚えないしな。何ぼーっとしてるの？クラスは3の A だよ。それが何か。3年生。ん？ああ、こ
この時期だと普通は部長を引き継いでるもんね。いろいろ事情があんのよ。へえ。で、話が横道にそれちゃったけど、何に付き合えばいいんですか？うん、ちょっとこれ運ぶの手伝って。これって何？はんぺんか何かに見える？こたつの天板に見えます。正解。案外重たいんだよね、それ。もう疲れた。茶道部室までだからさ、頼むよ。私たちは他のを持ってくる。はあ、仕方ない、茶道部まで運ぼう。ああ、悪い、そこに置いてくれ。そう、さ、さ、坂。おお、茶道部だわ、これは完全に。ご苦労さん。おつ、うん、ま、お茶でも出すからさ、ちょっと待っててくれ。茶道部のお茶とか皆さん飲んだことあります？でも作法とかよくわからないので、私飲んだことないんですよね。麦茶に作法なんかあるのか？あ、麦茶だって。茶道部のお茶かと思ったわ。あ、いいえ、茶道部だからてっきりね、思っちゃうよね。さすがに昼休みからお茶を立てたりはしないよ。そうですよね。まあ、この後の世界史の授業に出るくらいならお茶してたいってのはあるけどね。あははは。あ、そういえば、なんで初対面なのに僕が満点だってわかったんですか？リホッチがあんたの話ばかりするのよ。あー、もうそれは完全に惚れてますね。耳にタコ。あの子が入部して1年ちょっと、あんたの話を聞かない日の方が少ないね。やばいね、もうそれはもう愛されてますね。そうなんですか、すみません。あれだけ聞かされてれば、あ、こいつがリホッチの言ってたやつかってすぐに分かっちゃうよ。どんな風に言われてたんだろう、気になるな。うん、初めて来たけど、茶道部室っていろいろ置いてあってすごいな。どうした？いや、立派な部室だと思って。何？どこが？こたつもそうですけど、冷蔵庫まで、これひょっとして部費で買ったんですか？どこからか拾ってきたとか、まさか盗んできたんですか？ああ、部費でこんなの買っちゃったんですか？それはそれでなんか問題あるような気がするんだけど。まさか部費で買ったんですか？どこからか拾ってきたとかですか？惜しい、惜しい、惜しいね。それは第一段階。合ってたかもしれん、みんな。拾ってきたホワイトボードと体育教官室のこたつをトレードしたのさ。トレード？でもホワイトボードじゃこたつの代わりにはならないですよ。いいんだよ、あそこにはエアコンがあるんだから。快適空間。それにここは冬の間すっごく寒いんだ。確かに寒いですね。だろ、こたつでもないと風邪ひいちゃうって。はい、麦茶。ありがとうございます。寒いのに麦茶ですか？ちなみに冷蔵庫は先々代の戦利品だよ。せめて緑茶とか。それにしても初対面の人間の頼みを聞くだなんて、あんたも人がいいね。無理やりでした、だいぶ無理やりでした。リホッチの人の良さも大概なもんだけどね。あ
そういえばあいつ迷惑かけてませんか？大丈夫。いろいろポカはやるけど愛嬌があるからなんか許せちゃうんだよな。なるほど、リホ君は得してるな。噂をすればなんとやらだな。とりあえず落ち着きなって。冷静さが大事。とりあえず集合は今日だったけど人手は足りたから大丈夫だ。問題ない。はあ、真ん中の人怖い。 あなたが手伝ってくれたの？手伝いました。ありがとう。先輩、この人迷惑かけませんでした？おいおい、いきなり何を。似た者同士。大丈夫、あんたよりは役に立ったよ。え、そうですか。戦利品バッチリ。すっごい、おこただ。先輩、入ってみてもいいですか？別にいいけど。やったー。入るシーンがあるかと。時間切れ。はい、残念賞。続きは部活でね。それじゃあ僕は戻ります。あ、私も一緒に戻ります。おう、お疲れさん。また。それじゃあ、ちょっと待った。はい、今日は助かったよ。よかったらまた遊びに来な。ありがとうございます。じゃ、そういうことで。お疲れ様でした。そうだな。なんだか先輩たちも見た目に反して話しやすいし、思ったより優しい人だったからね。怒られちゃうよ。そうかな。リホ子はなんかふわふわしてるね。めっちゃ優しいタイプっぽい。あ、でもなんでリホ子にこんなに宝石あるんだろう。なんでカオルちゃんは何もイベント起きないんだろうな。なんかもうダメなのかもしれない、もしかしたら。何かしてるみたいだ。あれできない。もうすでに洗濯してるわ。あ、いや、じゃあやっぱり。ふわふわちゃんとこ行くか。保健室で熱を測りましょう。
なんだかちょっとだるい。熱でもあるのかな。よし、せっかくだし保健室に行こう。もし熱があったら少し休ませてもらおう。うん、それがいい。ふう、あれ、何か話し声が聞こえるぞ。ダメだよ、ミヤちゃん。またやんてるよ、ミヤ。大丈夫、ちょっとだけだから。ミヤ、この声はまさか。ああ。うわー、やっぱしふかふかだね。ミヤちゃん。ミヤのやつ。ねえ、サエちゃん、どうしたらこんなに大きくなるの？そんなの分かんないよ。嫌なやつ、せっかく謝ったのが台無しじゃないか。なんて、かわいいこと。いいなあ、ミヤちゃん、強い。ふわふわちゃん、ごめんね、ふわふわちゃん。けしからんぞ。こうして触ってたらミヤのも大きくならないかな。どうかな。お、上着に手を。あれ、誰かいるの？まずい、逃げなきゃ。逃げるんですか？こうして慌てて保健室から逃げ出した。一体何をしているんだ僕は。ふわふわ矯正イベント、あ、カオルちゃんの矯正イベントが発生しました。あ、いたいた。え、ねえ、ちょっと付き合いなさいよ。え、なんだよ、いきなり。いいから。いや、よくないだろ。ごちゃごちゃうっさいわね。あんたは校内の男子代表に選ばれたのよ。分かったら黙ってついてきなさい。またわけのわからないことを。ほら、行くよ。ああ、分かったからそんなに引っ張るなって。おい、どこまで行く気だよ。私たちのクラスメートのとこよ。クラスメイトなら教室で話せばいいじゃないか。そうもいかないのよ。一体何だって言うんだ。ほら、いたわよ。え、田中さん。そう。そっか、そういえば確か田中さんとカオルってすごく仲がいいんだよな。ごめん、ケコ、お待たせ。いいよ、そんなに待ってないから。まったくこのボンクラがちんたら歩いてるから。私、田中さんめっちゃ好きなんだけど、見た目めっちゃ好きなんだけど。全校の男子代表がよ。あなたも大変だね。田中さんもね。もう慣れちゃった。田中さん普通に可愛くない？私めっちゃ好きなんだけど。そんな世間話どうでもいいのよ。ケイコ、早く問題を言いなさい。あ、はい。ほらほら、脅すなよ。ね、大丈夫だから。私は途中まで聞いてるからいいけど、このボンクラちゃんのために最初から話してあげてくれる？あ、よくわからないけどお願いするよ。私ね、クラスのある男の子に告白したの。そうなんだ。いいよ、続けて。それで、
私その人に返事は少し待ってくれって言われたからしばらく待ってたんだけど。しばらくって1ヶ月くらいよね。え、1ヶ月も、なんてやつだ。ぶん殴ってやりましょう。なんていうか、稽古ってほんとレアものだよね。普通そんなに待たないって。かわいいじゃないですか。でもって、やっと呼び出したと思ったらあれでしょ。あれ、そう、そいつ稽古になんて言ったと思う。そんなの見当もつかないよ。キスさせろだってさ。吹っ飛ばしてやりましょうか。バカにするのもいい加減にしろっての。吹っ飛ばしてやりましょう。ろくに返事もしないで放っておいて何がキスよ。うわ、もう突き出してやろうぜ警察に。それで田中さんはどうしたの。さすがにその時は断ったけど、もう一度言われたら。いや断ろう。でどうしよっかってとこなの。なるほどね。ごめんね、変な相談で。ううん、それは構わないけど。そういうわけで全校の男子代表、手っ取り早く意見を述べなさい。え、まあ私の予想は稽古が泣かされる羽目になるってとこなんだけど。本人が目の前にいるってのによくそんなひどい予想、そんなひどい予想でいいのか。さあさあ、そうだな、手紙を出してみるとか。手紙か。手紙なんか地味ね。地味だよね。わかる。もっとさっくり解決する方法ないの。さっくり解決するようなら僕に聞かなくても解決するだろう。確かにそうね。でも手紙ったってなんて書くのよ。ちゃんと返事してくれるのを待ってますとか、そういう感じは。いや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 、もういらないでしょ返事とか。吹っ飛ばそう。一度告白してるならしつこくするように間接的に言った方がいいと思うんだ。直接会ってまたキスさせろって言われても困るだろうしね。いや、キスさせろって言ってくる相手のことまだ好きなんですか田中さん。やめましょうよ。きっちりあるわね。やめましょうよ。どう。ええ、早速やってみる。いや、やめましょうよ。ありがとう。はは、どういたしまして。それじゃ、私はこれで。やめた方がいいよ。なあ、カオル、誰なんだその男って。さあね、私が言うことじゃないわ。それもそうなの。田中さん、うまくいくといいな。そうなるように私も動くつもりよ。余計なことはするなよ。大丈夫だって、これ以上にないくらいバッチリうまくまとめるから。その大丈夫が心配なんだけどな。さてと、それじゃあこの後バイトだから私もう行くね。あ、駅前のファミレス館。そうそうそう、またいつでもどうぞ。気が向いてるな。じゃあね。おお、ちょっと上がったよ好感度が。まあともかく僕の役目は終わったってところかな。田中さん、うまくいくといいな。そうかな、うまくいくといいのかな。え、ちょっと田中さんのことが気になるんだけど。さてと、そろそろ帰るか。え、まさか梅原、まさかあいつはそんなことせんやろ。あ、進んでる、めっちゃ進んでる。リホコ、上の数値が全然違うね。マジか。じゃあ宝石をもっとガンガンやってった方がいいのかもしれない。ちょっとは女の子と仲良くなった。うん、だいぶなってきたよ。リホコは多分春尾に惚れてますね。この漫画ただ
の動物ものだと思ってたけど、なかなか侮れないな。まさかビーバーがオーバーオールを着ているのにも、マルタの家に住んでいるのにも理由があるなんて。うん、呼び直すたびにこう発見があるからこそ人気があるんだろうな。うっ、ははは、だからといっていきなりこんな展開はありえないよな。ニーニー、お、ミヤカ開いてるぞ。そうだね、奈良崎もちょっと進んでたね。はは、この漫画本当に面白いぞ。終わったらミヤにも貸して。あれ、どうかしたのか、そんな顔をして。あのさ、ニーニー、アイちゃんに変なことしたでしょ。アイちゃん、アイちゃん、七咲のことか。なんかしたっけ、うん、手握ろうとしたぐらいじゃない。いや、何もしてないと思うけど。本当に？ああ、当たり前だろ。そっか。それより、そんな呼び方をするってことは、もしかして二人は知り合いなのか？知り合いどころか同じクラスだよ。あ、そうなんだ。でもそれならどうして僕にそんなことを聞くんだ？それが、今日、愛ちゃんにいきなり聞かれたの。ミヤちゃんはお兄さんいるって。ミヤは普通にうんって答えたのに、アイちゃん微妙な顔してどっか行っちゃったんだ。だから絶対にニーニーが変なことをしたんだと思って。いや、僕は本当に何も、手をつなごうとしただけだよ。じゃあどうしてあんなに微妙な顔したのかな。なんだろうね、どうしたんだろうね。なんかしたかな。仕方ない、ここはどうにかごまかしておくとするか。僕はモテるからな。僕には関係ないだろう。これはもう、ハロモテちゃうんです。え、うん、きっとそうに違いないよ。もしかしたら七咲に僕の誕生日を聞かれたりしてるんじゃないのか。してないよ。そっか。ニーニー、真面目に答えてよ。いや、そのごめん。もういいよ。どうしてアイちゃんが微妙な顔したのか自分で聞くから。ニーニーはビーバーとイチャイチャしてればいいよ。もう、ビーバーとイチャイチャは嫌だな。ミヤー、ミヤのやつ一体何だって言うんだ。七咲にちょっと聞かれたからってそこまで気にすることないのに。そもそも僕は七咲に変なことなんてしてない。うん、してない。え、血つながってるよね、ちゃんと。大丈夫かな。七咲、嫌そうな顔してるね。セーブしとこう。めっちゃ嫌な顔してるわ。だいぶ嫌われてそうだね。そうだわ、体脂肪率聞いちゃったね。全然魅力を感じないんだよな。あー、でもそう、本当の妹がいるとさ、妹キャラにあんまりあれなのかもしれないね、もしかしたら。え、何ですかこれは。ちょっと制服かな。ちょっと可愛い制服が見えますね。なんだろうこれ、コウモリ。七咲は猫だもんね。誰か宝石、七咲しかいない。これは森島先輩。犬なんだろう。
かわ。これは七崎ですよ。誰かの宝石んとこ行こうか。森島先輩。森島先輩、ちょっといいっすか。ん？どうかしたの？ミヤが一部の男子にモテるって言ってましたけど。ええ、そうだけど。一部ってどんな男子なんですか？おとなしい感じの子？へえ。そっちがミヤを。うん。なんか今のところは付き合いたいって感じじゃなくて。遠巻きに見つめていたいんだって。へえ。安心した？え、別に心配なんか。かわいいな。か、話を変えよう。ところで先輩、ちょっといいですか？え、いいけど。持っていけば好感度はだいぶ上がるんだと思うんだよ。紫ってなんだろう。おしゃれか。先輩は買い物によく行くんですか？うん、響ちゃんと一緒によく行くわ。あ、なるほど。あ、はいになってる。先輩、赤いいんですか？あれ赤だよね、多分。え、先輩、赤いっちゃっていいんですか？食べ物はオレンジだよね、これ。ピンクかな？いや、あれ赤だよね。これ赤だよね、エッチ。いや、もしかしたらいけそうな気がする。行きましょう。エッチで。あ、え、でも、え、すこうとした。ノーパン健康法って知ってますか、先輩？え、ノーパン健康法。え、体にいいらしいですよ。でもそれじゃお腹が冷えちゃいそうじゃない？あ、そうですね。なかなか試すには勇気がいるわね。どうなんですか？ちょっと、え、何？なんかしました？僕さっきからなんでしょうか？なんでしょうか？なんていうか。はい。恥ずかしい話ばかりはダメなんだよ、もう。じゃあね。あ、逃げられてしまう。あ、行ってしまった。しまったな。ちょっと恥ずかしい話を振りすぎちゃったかな。一回しかしてないけどね、まだ。でも赤いけそうだったんだけどな。やっぱりエッチはダメなのか。なんだろう、これ爆弾っぽいけどな。でも森島先輩は嫌な顔してないね。ちょ、愛ちゃん、アイちゃん、ちょっとご機嫌を取りに行こうか。でも田中さんのあれも気になるな、続き。あ、先輩、ちょっと話してもしようと思ったんだけど、今いいかな？今ですか？いや、そう。あ、もしダメなら。いえ、構いません。か、それじゃあ。わ、何も見えない。なんでだ。あ、ローだからかな。灰色とかないもんね。とりあえず運動の話でもする。運動で。あ、
ください。前に聞いた話なんだけどってことらしいよ。全然興味なさそう。そうなんですか。うんうん、あれどうやら興味がない話だったみたいだな。別の話にするか。やっぱ最初はみんな世間話をしましょうね。今日天気がいいよね。ああ七崎は校則を守ってる？ええ、守っていると思います。当たり前じゃないか、そんなこと。あまり気にしてはいませんが、ね、今のところ怒られていませんので。ああなるほどね。ミッドに帰ってきたよ。勉強の話とかどうかな。ごめんなさい。すいません、前に聞いた話なんだけど。ってことらしいよ。そうなんですか。すっごい興味なさそうだね。見えないのか、好感度が低いからかな。世間話をしようか。あ、娯楽にしよう。はい、ダメですね。多分好感度が低いと、もしかしたらそうであれなのかもしれないね。どれも嫌なのかもしれん。以外ダメかもしれないね、もしかしたら。おしゃれ聞いてみる。おしゃれ最後。はい、ダメだね。前に聞いた話なんだけど、そうなんだ。多分好感度が普通に戻るまでは世間話しかしてくれんのかもしれない。あ、先輩。チャイムだね。では、すみませんが。またね、また。はい、失礼します。またお話ししようね。はるかあさと真逆な性格してる？いや、そんなことないよ、そんなことない。全然そんなことない。宝石あるかな？田中さんどうなった？ちょっと田中さんの相談こと聞きに行っていいですか？どうなったと思う？やっちゃったかな？そういえば、あれから音沙汰ないけど、田中さんはどうなったのかな？カオルも余計なことをしてるような素振りを見せないし。それとなく聞いてみようかな。いや、本人に聞くのはちょっとあれじゃない？ねえ。カオルに聞いてみよう。カオルは一体どこに？もしかしたらキスしちゃったかもしれないよね、もう。お、ちょうどいいところに。おい、カオル。ほら、元気？僕の調子はどうでもいいよ。それより聞きたいことがあるんだ。ん？ほら、あの田中さんの件、あれからどうなったのかなーって。稽古の件？そうそう。あれね。お前すっかり忘れてただろ。そんなことないわよ。じゃあその間はなんだよ。そういうキャラで行こうかなーって。似合わないよ。あ、今日は強気ね。たまにはね。じゃなくて。大丈夫、分かってるわよ。あれは多分恵子の手紙待ち。え、多分ってなんだよ。まだ私の出番じゃないってことよ。なるほどね。
何か進展があったら教えるから、もしもの時は相談に乗ってよね。分かったよ。さっさと手紙書いちゃえばいいね。ハンちゃん見るし、手を握ろうとしてくるし、私ちょっと用があるから。ハルオは頑張って生きてるんだよ。順調なのかな。中さん大丈夫かな。あ、カオルちゃんにも宝石ついたわ。どうしようかな。ちょっとふわふわちゃんにはつかないね、宝石が。何もなさそう。宝石行くか。先輩でしょ。この子も宝石か。宝石行ってみようかな。どっちがいいんだろう、びっくりと宝石。あー、梅原からのお宝ビデオを借りてこよう。一応イベントっぽいよね、これ。ストーリーが進む感じかな。とりあえず行ってみようか。よし、今日は梅原からのお宝ビデオを貸してもらうぞ。このところタイミングが合わなくて新作を帰りそびれてるんだよな。おい梅原。ん、マサ。ああ、梅ならさっき帰ったぞ。え、本当か。用事があるの忘れてたとか言って飛んで帰ったぜ。そっか、ありがとう。ああ、それじゃ俺も帰るから。うん、またな。やっぱりタイミングが合わないな。え、梅原に避けられてる。大丈夫かな。仕方ない、帰るか。はあ、しょぼくれたまま家に帰るのも嫌だな。そうだ、デパートに寄って帰ろう。ちょうど気になるパソコンがあったんだ。あれを見ていこう。なるほどなるほど。やっぱり最新型はいいよな。去年に比べて性能が2倍で、しかも価格は据え置きだなんて。あれ、あそこにいるのは、あ、誰だ。リホコとカナエさん。なんだか楽しそうに話してるぞ。どうしよう、声をかけてみようかな。かけまーす。そんなとこ。何か買いに来たの？なんかリホコってさ、雰囲気とは合わずになんかちょっと気が強そうな子と仲がいいよね。そうなんだ。何か面白いことあった？そうだな、二人に出会ったことぐらいかな。そりゃラッキーだね。美少女二人と一緒に下校だなんて、ラッキー以外の何者でもないでしょう。美少女は言い過ぎじゃない。桜井が突っ込んでどうすんのよ。だって確かにラッキーかな。え、そうかな。かわいいね、リホコ。めっちゃ照れてる。楽しいコントも見られたし。コント、確かに仲がいい子多いよね。そうだね。あ、桜井、そろそろ時間。え、あー、本当だ。時間って？コインロッカーの時間。1時間以内ならお金が戻ってくるロッカーがあるんだよ。へえ。それで2人はカバン持っていないんだ。そういうこと。私たちはそろそろ帰るんだけど、あなたはどうするの？そうだな、僕も帰ろうか。じゃ、帰りましょうか。
幸せだな、ハローは。え、不思議に思ったんだけ、思ったんだ。それは簡単。うちのクラスには伊藤って名字が2人いるから。そうなんだよね。あ、それでみんな花江さんって呼んでるんだ。そういうこと。そんな感じで3人で話をしながら帰った。リホコは結構友達と絡むイベント多いね。頑張ってると実を結ぶかはまた別問題といういい例ですね。お、やっぱリホコが一番進んでますね。先輩もなんでかな、一番ふわふわちゃんをあのはるかなは可愛がってきたはずなんですが、ふわふわちゃんは全然進まないですね。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ります。頑張ってね、ニーニー。頑張ります。セーブしとくか。何日まであるんだろうな。全然コマンド進んでない気がするんだけど。今6日目か。で、何日までかな。クリスマスまでってことは24日までかな。っていうことは、ちょっと朝のんびりすぎたか。このままだとギリギリ遅刻になりそうだ。近宮ちゃんを使えばなんとか間に合うか。いつもならまっすぐ行くところだけど、ここを右折して。よし、学校の裏に着いたぞ。正門から登校することなんて高速のせいで、毎日遠回りさせられてるんだよな。この先の抜け道から入って。え？なんだこりゃ、女の子が、生け垣だっけの穴に挟まってお尻だけ出してるぞ。なんて青春なんでしょうか。この抜け道が近道だってんのに、これじゃ通れないな。参ったな。はぁ、ごめんなさい、ごめんなさい。リホコ。まさか、まさか、リホコ。すみません。ちょっと近道しようと思っただけで、高速を破ろうと思ったわけじゃないんです。今朝はうっかり水着を忘れて、あの、水泳の補習を受けてるもので、だから一旦それを取りに戻って。落ち着け、リホコ。僕だよ。え？あれ？どうしたんだ？そんなみっともない格好をして。それはそのあのまさか抜けないのか。あ、お尻が挟まっちゃった感じですかね、もしかして。このままじゃ遅刻してしまうぞ。こうなったら仕方ない、リホコを助けてやるか。仕方ない、リホコを見せて先方に行くか。どうせ遅刻だ、リホコをからかってから行くか。あー、いやー、これはちょっとなんか危ない方向に進みそうな気がするから、見捨てることもできないから、ちょっと助けてあげるよ。助けてあげるから今待っててね。お、押すよ、押す。後ろから押すよ。リホコ、見捨てちゃ嫌だよ。ちゃんと助けてやるから。本当ありがとう。どうやって助けたのかちょっと詳しく。よし、ちょっと腕をそう、こっちに回してカバンを置いて、こう。で、足をこっちに。足をそっちで、
何が見えたり。ああ、なんでもない。あ、なんでもないってば。それじゃ引っ張るぞ。どうやって引っ張るの？後ろから足引っ張るんですかね。仕方ないだろ。ほら息を吐いてお腹を引っ込めろ。いくっ、せーので、よっと、わー。あ、あいたたたたた。ぐぐぐぐ。ありがとう。さて、それじゃあ改めて抜け穴を、よいしょっと。え、通れるの？いやー、助かった。やり、誰だぜ。よかったよ。あなたが来なかったらここで一生終えるところだったよ。なかったな。本当だよ。それより早く昇降口に行かないと。え、もうそんな時間？遅刻しそうだから近道したんだろ。あ、そっか、急がなきゃ。僕も急がないと。よかったね、ハローに見つけてもらえて。どう考えても地獄だよなこれは。まあ、リホ君を助けられたし、これはこれでよかったかな。え、どうなんだろうね、ぽっちゃりキャラなのかな。そんな風にはあんまり見えないけど。でもそう言われてみれば、そう言われてみれば、どうかな。どうかな。ちょっとふわふわちゃん、ノーム大きいね。嫌われたかな、もう。ファファちゃん、おかしいですね。長崎にも外向かれてるし。早辻さんも何もないしな。先輩とこ行くか。ミヤがモテてるって本当なのか。いや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 、あんなお子様体験がモテるはずが。でもちっちゃくて可愛いって先輩が言ってたもんな。誰かに聞いてみたいな。ちょっと行ってみるか。誰かいないかな。あ、あの子はミヤと同じクラスの子だ。ちょっと話を。えいや。お。ねえ、しししし、大成功。ミヤ、なぜここに。なぜって、お兄ちゃん大丈夫？ここはミヤのクラスの目の前だよ。え、あ、そうか。何してるの？ミヤに用事？あ、そうだ。あ、行っちゃったよ。あ、そうだ、お兄ちゃん、今日の晩ご飯何が食べたい？え、ミヤが作るの？え、今日はミヤが作るの？ねえ、しし、今日は調理実習で覚えたびっくり肉じゃがを作るんだ。
なんだよびっくり肉じゃがって。びっくりするほど美味しいの。そのまんまか。ついでだから今日はミヤが全部作るよ。他に何か食べたければ今のうちだよ。まずいな、やる気満々じゃないか。ほらほら遠慮しないで。駅前のコロッケとかどうだ。それは美味しそう。これはお惣菜じゃん。他には、あ、スーパーの餃子はどうだ。それもお惣菜。お兄ちゃん、ミヤの料理食べたくないの。え、それはかわいそうじゃないか。そんなこと言ったら、どちらかといえば避けたいかな。ま、何よそれ、バカニーニ。だっていつもの隠し味って調味料を入れすぎて失敗するじゃないか。そんなことないもん。いや、そんなことあるし。ずいぶん賑やかね。森島先輩、こんにちは、ミヤちゃん。すごく楽しそうだったけど、何の話をしていたの？いや、実は妹が晩ご飯を作るって言ってるんですけど、正直味が。そんなことない。レシピ通りに作ればいいのに、いつも自己流でやって失敗するんです。え、そうなの。だから保険として惣菜も買おうって話をしてたんですよ。ダメよ、ミヤちゃんだって一生懸命やってるんだからね。うるさい。え、わお、何よ、ちょっと胸が大きいからって利益にならないでよね。あ、どうしたミヤ、いきなり。おい、何を言ってるんだよ。うるさいバカニーニ、デレデレしちゃって。祭り、それはそう。もう知らない。ああ、ミヤ、ニーニって呼ぶな。びっくりした。すみません、妹が失礼なことを。私こそ失敗しちゃった。そんな、先輩は悪くないですよ。それにしても、かわいいわ、本当に猫ちゃんみたい。は、君はいい妹さんを持ったわね。羨ましいな。そうですかね。あら、退屈しないで済むんじゃない。まあ退屈はしないですけどね。いつかミヤちゃんと仲良くなれるような作戦を考えてみようかな。作戦ですか。うん、出会いがちょっと失敗っぽいから。あれ、何かまずかったかな。あ、いえ、ありがとうございます。なんで俺？その、兄としてはなんとなく嬉しかったので。そっかそっか、本当に仲いいんだね。そういうわけでは。それじゃあ、今後ともよろしくね。お、に、い、ちゃん。あ、もう、なんか、あれ、洗脳されちゃいそうですね。なんででしょうか。バイバイ。とってもいやらしく感じてしまいます。やっぱ森島先輩はいいな。もう完全にやられてますね。ハロー、ミヤには悪いけど、いいきっかけをくれてありがとう。洗脳されちゃいそうだね。ふわふわちゃん、ふわふわちゃん嫌われちゃったかな。おかしいな。あやつじさん、もう
嫌われちゃったかな。何も起きないね。七咲さんも何も起きないね。結構やったもんね。カオルはでも何もカオルもないな。ないよね。あ、カオルの宝石があるわ。これなんだろう、いっぱいメイドさんがいっぱいあるし、宝石行ってみる。ね、ルートが途切れてしまったのかな。でもふわふわちゃん結構行ってたんだけどね、私。ああ、いいところにいるじゃない。今ちょっといい？ちょうどあんたと話がしたかったのよね。どうしようかな。いいよ。よかった。一応色的にやっていけばいいと思うから、これはおしゃれかな。おしゃれ。あ、もうはいじゃん。最初からカオルはもう今年の冬服は揃えたの？うん、当然よ。へえ、お前にしては準備がいいな。え、これくらい普通じゃない？制服以外も見たいですね。みゆきのお店の新作コートなんて9月には完売御礼よ。そうなのか。うん、秋頃にはプレミアもついてたりするわよ。めぼしいものは早めに手に入れる、これがおしゃれの鉄則ね。なるほどな。オレンジ、緑とオレンジ、食べ物かな。最近ハマってるお菓子ってある？あるある、あるわよ。まずは冬季限定のホワイトパウダーをまぶしたチョコでしょ。それと新発売のココア味のアイスね。それは美味しそう。相変わらずそういうのに弱いんだな。まあね、特に限定もの今しか食べられないと思うとついつい買っちゃうのよね。いや、わかる。限定ものって買っちゃいますよね。なんか分かってるって。これは紫かな。紫、勉強かな。あ、違う、ごめん、違った。紫じゃなかった今。こんな話を聞いたんだけどさ。そうなんだ。おお、いまいちな。あれ、何だったんだろう。一個間違えたら下がるんですか。シビアですね。ちょっと緑にするわ。緑にすれば。例えばヒントで一番右がおしゃれだと、それよりも右の恋愛や行動はそのターンには話題にならないってことになりますね。あ、そういうことか。なるほどなるほど。スポーツはあんまり見ないのね。そういうヒントなんだ。どっちかっていうと見るよりもやる方が私に向いてると思うし。ああ、それはそうかもな。でしょ。レインボー行きたい。好感度が足りたらきっとアタックいけるんですよね。
一番左が水色だから水色より右の、すっごい広い。おー、アタックって何、付き合うのかなこれ。選べない。とりあえず剣話するか。高速守ってる方なの？私が守ってるように見える？あんまり見えない。だったらそんなこと聞かないでよ。そうだったね、ごめん。あれ？もうこんな時間になってる。あ、本当だ。もうちょっとあんたと話したかったんだけど。あ、ちょっと好感度上がってますね。そうよね。じゃあ続きはまたって感じで。うん、またね。ふわふわちゃんとこ行けるようになったかな。あ、やすみさんイベントが発生しました。強制ですかこれは。やっと終わった。今の授業難しかったな。内容がほとんど分からなかったよ。古文って本当に日本語なのか。もう外国語の域だよこれは。あー、なんだか嫌に疲れたよ。次の授業までのんびりしていよう。古文って覚えて何か意味あるんですかね。おい満点、ちょっと来てくれよ。え、あーごめん、ちょっと後にしてもらっても。まあまあいいから来てくれよ。満点の意見が必要なんだって。そういうことなら仕方ないな。え、このクラスで一番人気の女子。そうそう、今ユージと話してたんだけど、満点は誰だと思う？一番人気の女子か。ちなみに俺は綾辻さんに一票だ。綾辻さんじゃないですかね。あのセンスで可憐な雰囲気はまさに大和なでしこって感じで最高だろ。なんだか見ているだけでも癒されるよ。確かに綾辻さんにはそんな雰囲気だな。いや待て待て、ここは田中さんだろ。え、マサはカオルなのか。なんだか意外な意見だな。そんなことはないだろう。いつも元気いっぱいでクラスを盛り上げる二の A のムードメーカーだぞ。まあそうかもしれないけど、僕にとってはムードメーカーというよりむしろトラブルメーカーなんだよな。そっか、じゃあ満点も綾辻さんってことか。え、そうだな。確かにうちのクラスでってなると綾辻さんになるかもしれないけど、その分カオルはあっちこっちに人気が。やっぱり綾辻さんだよな。実はカオルかもしれないな。僕はどっちとも言えないかな。いやいやいや、綾辻さんじゃないかな。でもな、カオルもな、嫌いじゃないよな。悪くないんだけどな。これ強制イベントだから多分どっちのあれでもないんだよねこれ。あー、優柔不断発揮しちゃっていいですか。もう決められないよ、どっちも。だってどっちも可愛いもの。どっちも決められないからな。ちょっとどっちも言えないよ。でもあやつさ、カオルかな。実はカオルかもしれないな。うん、カオルって意外と世話好きだし、男女問わず誰とでも仲がいいからね。まあ遅刻とかそこに問題はあるけど、人気があるのは間違いないと思うんだ。すっごい語るね、春を。
だろう。だからうちのクラスで一番人気といえばきっと薫だよ。ああそうだよな。もう授業か。それじゃあ僕は先に教室に戻るから。何の参考だったんだろう。これ、あやつじさんだったら、あやつじさんの好感度上がったな、これ。どっちでもよかったんだわ、きっと。いや、絶対そうだよね。もう、あやつじさん無理だな、これ。何も起きんが。ふわふわちゃんは、あ、ふわふわちゃんもない。何も増えないな。あ七崎さんは、七崎さんも折れた、折れた、嫌われちゃいましたか。ハロないよね、何も。リホコしか下に数字書いてない。これかな。さてとラーメンも食べ終わったし、ちょっと噂を確かめに校庭へ行ってみようかな。お、やってるじゃないか、大縄跳び。男子が。やれやれ、ガセネタか。まあいいや、日向ぼっこでも。あれ、あそこにいるのは、リホコじゃないか。何、昼休みに堂々とコンビニ袋を持って学校に来てるんだか。生活指導の先生に見つかったら怒られるぞ、まったく。おい、リホコ。あ、あーじゃなくてさ、何やってるんだよ。うん、お菓子買ってきた。お菓子どれか食べる？あ、こっちのチョコとビスケットとマドレーヌはダメね。え、これはダメか。これも美味しそうだな。これがいいな。じゃあそこの、だったらこっちの、しからばこちらの、何を言ってるんだ。点滅してるアイコン、その日のが限定のイベントや10日アイコンになりますね。はー、なるほど。だったら、いやーこれが、いやーしからばこちらの。味付けスルメは先輩の大好物なの、ごめんね。でもこっちの小倉トーストスナックだったら。いやー私あんま好きじゃない、小倉トーストスナックは。だよね、これは食べるしかないよ。いやあんまり好きじゃないんだって。あ、高速を破ってまでお菓子を買いに行くとは、お前どこまで食いしん坊さんなんだ。ちっちっち、わかってないな。リホコが校則を破ることにロマンを感じてるなんて思わなかったな。校則は破ってないよ。はるかなさん、スルメは好きだよ。いや、セット手帳にもちゃんとあるだろ。校則中は許可なく校外に出ることを禁ずる。やむを得ない時の外出許可書をもらうこと。じゃじゃーん、これを見よう。特別外出届け書、そんなのがあるのか。これがあれば休み時間に堂々とお菓子を買いに行けるのだ。へえ、まさかお菓子食べさたに許可書までもらってるとは思わなかったな。そうじゃなくて部活だよ。へえ、お稽古用のお茶菓子を買ってきたの。なるほどね、茶菓子ね、うん、今日は私が買い出し当番だったから。そっか、
重そうだし手伝ってやろう。大変だな、頑張れよ。部室まで付き合うよ。あーへー、あー部室まで付き合うのはちょっとやだな。あー手伝ってあげてもいいけど、手伝ってあげようか。重そうだし手伝ってやろう。え、本当？まあ、特に用事もないからな。ありがとう。お？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 はい、になったよ。それにしても結構な重さだな。そう？そうかも。なんで中身はお菓子なのにこんなに重いんだ？女の子にはいろいろ秘密があるんです。なんだそりゃ。これで何人分あるんだ？6人分だよ。リホコが3人分として部員と先生で合わせて6人なの。食いしん坊さんなんだね、きっとね。そうだよ。茶道部って3人だけじゃなかったのか。今さら。だってリホコはあの先輩たちのことばかり話したろ。そうかも。あ、中に置いてくるからちょっと待ってて。あ、はい、残りの荷物。ありがとう。それじゃあお礼に。うん、何かな何かな。じゃじゃーん、ほら、あなたが集めてるおまけ付きのお菓子。おー、サンキュー、ありがとう。なんだろうか、やった、持ってないやつだ。やったぜ。じゃなかった？あー、ナイスだ、リホコ。やったぜ。よかったね。さてと、私、鍵返してくるから。放課後も使うんだろ、わざわざ戻すのか。そうなんだけど、そういう決まりなんだ。そっか、それじゃあまたな。うん、じゃあまたね。リホコの表情が変わってきましたね。諦めてない。諦めてないよ。ないないな、起きないな。もうやっぱダメなのか。七咲あやつじさん、でも春尾に目も合わせてくれんわ。何か何か、え、何もないんだけど。え、もうリホコなの？え、もうリホコなの？ここしかダメなの？もしかして。しょうがないけん、リホコンと宝石するわ。よー、リホコン、いろいろと話は聞いてたけど、すごい先輩たちだな。やっぱり？でも楽しいでしょ？そうだな。あ、もし時間があるなら少し話でもしないか。うん。おー、なんかいろいろ出てる色が。で、黄色で。最近ラジオが好きなんだよ。勉強しながら聞いてるの。どんな番組を聞いてるんだ？いろいろ聞いてるよ。リクエスト番組とか、悩み相談とか、お笑い番組とか。本当にいろいろ聞いてるな。何かお気に入りの番組ってあるのか？最近は女性アーティストのトーク番組かな。話がすっごく面白いんだよ。そうなんだ、聞いてみようかな。
オレンジが2個あるよ。じゃあオレンジで。何も考えてないとリホコになりがち。マジか。お鍋が美味しいよね。確かに。私は水炊きが好きなんだ。あ、水炊き美味しいよね。わかる。水炊きの後はおじやだよ、ね、やっぱり。鍋料理では一番好きかも。おじやはやっぱりバターと醤油ですよね。この季節の楽しみの一つだよ。わかる。鍋美味しいね。お？なんかもうすでに見えてる。なんだろう。もう一個黄色する？じゃあ、ほら新しい CD。 へえ、ベストヒットテクノかよ。友達に頼んでおいたの、さっき受け取ったんだ。そっか、それはよかったな。今度貸してあげるね。ありがとう。テクノかよ、美穂子が、あ、リホコが意外な組み合わせだよな。おじやにバターだよ。醤油バターだよ。おじやは。じゃあ娯楽で。主にバラエティかな。お笑い番組が好きなんだけど、最近はコントが少なくてね。結構こだわって見てるんだな。お笑い好きなんだよ。へえ。そうするとひょっとしていつものボケは狙いでやってるのか。え、何が？やっぱり天然だよな。なーに？もう。あ、レインボーがある。まだまだ選べないレインボー。これね、多分ね、世間話が一番左で、アタックが一番右だから、この中から2個だけいい選択肢があるんだと思うんだよね。あ、でもバツマークついてる。ってことはこれ、ダメですね。当たり前かもしれんけど、ダメですね、これ。食べ物にしようか。あ、バツだわ。全然興味なさそうだわ。うん、他の話しない？そうか、いまいちの話題だったみたいだな。あ、もうこんな時間。え、あ、ほんとだ。もう少し話していたいんだけど。そういうわけにもいかないね。それじゃあ先に帰るね。お疲れお疲れ。またね。もう私はリホコとしか遊べないんだろうか。さて、そろそろ帰るか。もしかして私はもうリホコにしか相手してもらえない。でも一応誰かいる。もう一人カオルが。ワンちゃんカオル、ワンちゃんカオルいけるんじゃないか。どうだろうね。うん、一緒に帰るのはまだ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 なのかな。なんか変わるかな。ちょっとは女の子と仲良くなった？何も変わらないね。ないか。もう折れちゃったのかな。まあ一個もついてないもんな。でもあのふわふわちゃん、私可愛がってたんだけどな最初。うん、よし、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ね、難しいかもしれん。なかなかあのいつもみたいに浮気をしまくることができないかもしれない。もしかしたらこのままリホコルートになってしまうのかもしれないですね。
できれば二人くらいとイチャイチャしながら進んでいきたいんだけどな。決めていかないとイベントが進行しないのか。あー、そうだね。うん、じゃあまた次回来週続きをやりますね。天神、明日はドラゴンボール最終回です。では皆さん、今日も一日お疲れ様でした。今日も楽しいコメントとアドバイスありがとう。じゃあまた明日ね。